まずですね、まずこれいきましょうかね、日本再生のためのプラン B というやつです。日本再生のためのプラン B、集英写真書で書いた人はですね、ユー・ヘイキョーさん、これ大阪にお住まいの在日の方じゃないかなと思います。で、私にこれを勧めてくれた人はですね、長野県の佐久病院の先生が、まあ、勧めてくれたんですけど、色平先生って言うんですけどね。で、私と同じこと言ってるんですよ。これがね、読んでてしびれましたよ。私と同じこと言ってる。で、要するにプラン A というのは今の自民党や国民民主党や公明党や維新や、まあ、要するにろくでもない人たちが言っている日本再生プランなんです。それをプラン A って言ってるんですね。で、まあ、簡単に言うとですね、ハイテクノロジー、 IT、 バイオ、そういうものをですね、日本が世界の先端に立って技術で勝負するとか、そういうのをプラン A って言ってるわけです。それでこの人が言うには、あ、それ諦めた方がいいよと、ね、そう、まあ、うまくいくかもしれんけど100に1つぐらいで、でも今から追いかけて、そらね、先頭に出ようとしたら、あらもう良いじゃないよって言ってるんですよね。じゃあどうすんのって言ったのが、じゃあプラン B ってあるから、まあ A もやったらいいじゃん。だけど、それうまくいかないと思うから、プラン B もちゃんと用意してやったね、やったらいいんじゃないのって言って書いてるのがこれなんです。で、要するに、地方を再生させるのがポイントだと。で、この人はですね、医療経済学の専門家らしいんですよ。なので、医療、その地方をどうやって再生させるかっていうのにですね、この人は、予防医療と福祉って言ってます。あとはお読みになってみてください。結構面白かったですね、はい、それからですね、次は皆さんご承知の通りですね、立花隆さんが亡くなりましたね。立花隆さん亡くなった。それで、まあいい機会なので、皆さんにまあぜひ立花さんの本ですね、なんか100冊も書いてんだそうですな。私そんなには書いたかなと思うんですけど、まあ、それ2、3ちょっとおすすめしようと思っています。それで持ってきたのがですね、一番おすすめしたいのがこれですね。これ実は上下2つに分かれてるんですよ。これ私全部読みましたよ、もうだいぶ前に。これね、抜群に面白い。これが日本の近現代史そのものです。東大と天皇ね、これ抜群に面白いですから。もうね、一番日本の歴史を見るときに一番くだらないのは何かというと、学校の教科書です。あれこそはもう一番くだらないんですよね。で、これはですね、そういうものとは全く無縁であって、非常に面白いですね。で、日本の歴史についてはですね、私ここでお勧めしたのは広瀬隆さんの持ち丸長者っていうのもお勧めしましたね。持ち丸長者、これも三部作になってるんですよ。持ち丸って、持つに丸って書いて長者。これ何の話かっていうと、持ち丸長者っていうのは日本のですね、大金持ちの話なんですよ。大昔は、越後屋さんとか小野さんとかね、からその明治とか大正に入っていくと、三井住友安田とかいう財閥が出てきますよね。そういう大金持ち財閥の話を書いたのが持丸長者で、三部作になってるんですけど、それ広瀬隆さんの話ですけど、こっちはですね、東大を中心にザーッと書いてあると。ですので、これは本当に面白い。読み始めるとですね、やめられなくなって朝まで読んじゃうと、そういう感じの本ですね。それで、立花さんのですね、本としてはこれが最後の本になったみたいですね。これが最後になったみたい、サピエンスの未来ってやつですね。これ東大のですね、東大で立花さんがこう、なんていうんですかね、授業をやった時のその授業の、なんて講演録っていうか授業録なんですね。授業の記録で、実はこれのですね、これって第12回目ぐらいからの講演録、授業だったかな。だから1回からですね 10回ぐらいまでのところっていうのはもうすでに脳を鍛えるっていう本で出てんだそうですよ。だからそれの続編になるそうです、これね。で、今私読んでるんですけど、まあまあ、まあまあ面白いですね。まあまあ面白い。これサピエンスって、まあ、簡単に言うと猿って言ったら怒られるかな、ホモサピエンスって言うじゃないですか。変人、原人、求人、新人
人間の祖先ですよ。エンジンというのが大体2000万年ぐらい前かな、1500万年から2000万年ぐらい前、それがエンジンですよね。でその後原人、例えば北京原人とかジャワ原人とかね。ピテカントロプスって聞いたことないですか？ピテカントロプスって聞いたことあるでしょ、ね、私の高校時代の体育の先生がそのピテカントロプスに似てるんであだ名がピテカンとか言ってたんですけどね。でその後、ネアンデルタール、そしてクロマニオンとこう続いていくわけです。でそのこのサピエンスっていうのはその人類史の進化論をですねずっと追いかけてる、私まだ途中までしか読んでませんけど、これまあまあ面白いですね。であとですね、まあいっぱいあるんですけど、ちょっと一応ここに書いておきました。これで、まあ、今だったらどうかな、まあ、この人立花さんってまあ皆さんよくご存知のように、あの田中角栄研究で有名になったんですよね。でも今田中角栄の研究読んでもあんましょうがないでしょ。なので今のアングルで読んだらどうかと思うのをちょこっと書いて、東大って書いてあるのはこの今申し上げた天皇と東大なんですけど、まず一つ目、これあの三輪さんどんぶりって読んだんですけど違うんですよ。これ共産党の研究です。日本共産党の研究っていう本が今もう文庫本になってますので、これ面白いです。これ面白い。それからもう一つ、この脳って書いてある、これは脳死、脳の死ですね。脳死で、脳死についてはですね、脳死っていうですねこの分厚い本、これも文庫本になってると思いますけど、分厚い本の他にですね、脳死再論っていうのと脳死臨床批判っていうのとですね、その後出てますので、その3つが一応セットだと思っていただいていいと思います。で私これいずれも読みましたけど、まあ、いずれも面白いっていうか本当によく調べとるなという、あの吸い込まれる感じがしますよ。だからまあこの人ってすごい、まあ、基本的にジャーナリストからスタートしてるんですけど、調査報道のジャーナリストだったというにはですね、まあ、ちょっと大きいですね、もうちょっとエリアがね、惜しい人が亡くなったと思いますね。それ図書はまあそんなとこですね、話しましたね。それで、あとですね、私からお願いが2つあるんですよね。まあ正確には3つあります。で1つがですねこれなんです。これホームページの一番最初のところです。であのいわきにですね市民測定所たらちねっていうところがあるんですね。でここがあのまあ皆さんご存知の測定所ですから持ち込んでいろいろ測ってもらうわけなんですけど、最近というかですね 2,3 年前ぐらいだったと思いますが、ここでですねベータ核種の測定を始めたんですよ。でベータ核種というのはですねトリチウムとかストロンチウムなんかを言うわけなんですね。それでこのベータ核種というのはですねガンマ、いわゆるガンマ核種というのはセシウムとかたくさんありますよね。でガンマ核種というのはあのまあ、タンポポ社さんも持ってますけど、まあ、あのこういう容器の中にそこを測定するものをポイッと掘り込んでスイッチプチッとするとですね大体わかるんですけど、このベータ核種というのはですねこれ容易に測れないんですよ、素人ではね。前処理とかいうのをやらなくちゃいけなくてですね大変なんです。なのでこのベータ核種をですねその測れるようになるためにですね専門家に来ていただいていろいろ勉強してですねやれるようになったみたいなんですね。それで私がなんでこれに注目したかというと、東京電力の汚染水ですよ、汚染水。もうあと2年ぐらいするとですねトリチウムを海にぶん投げてきますよね。それで冗談じゃねえよって話なんですけど、これあのいくらね論争をやってもですねなかなか容易じゃない。でこの前も私ここで言いましたけど、これからの脱被曝をまあ下げていくっていうかね、脱被曝の運動をしていくためにはどうしてもですね放射能の汚染とか被曝の状態っていうものが見えるようにしないといけない、目に見えるようにしないといけないわけですね。そうするとこのタラチネがもうやり始めているベータ核種の測定というのはですね極めて重要な仕事なんですよ、極めて重要な仕事。これはね私はね市民がねもう全力を挙げて支えてやらなきゃいけないというふうに思いましたので、応援を始めたと、そういうことなんですね。それで、実はですねタラチネさんこんな冊子作ってましたね。これまあまああの毎回来ていただいている方はまたかって話なんですけど、これあのストロンチウムの測り方についてのですね解説書じゃなくてですね絵本なんですよ、絵本で。だいたい小学生の高学年ぐらいから理解できるようになってると、そんなことでした。絵本、まあ、こういう本を作ってるわけですね。
それで、実は、まあ、この本、この本はですね、こういう世界に載った論文があるんですけど、これはタラチネさんの鈴木事務局長さんが世界に書いた論文なんですけど、これまあ読んでまして、それそこで少し置いてありますけど、読んだ時にこういう冊子を作ったって書いてあったから問い合わせしたんですね。そしたらいろいろ喋ってるうちにですね、じゃあ私にどさっとくれるっていう話になってですね、もらいました。50冊ぐらいもらったかな、かなりたくさんもらったんですよ。それでまあちょうどいいので、私からのお願いはですね、ご支援してほしいと。支援してほしい。というのは、これ民間測定所なので、いわき市がやってるわけじゃないんですよ。民間のボランティアでやってるところなので、市民がですね、お金出して、寄付して、支えてあげないと倒れちゃうんですね。それで決してですね、今、ルンルンじゃないんですよね。なので、支えていただきたいと。それで一応ですね、こういうやつそこに置いてありますが、これが支援するときの振り込みの仕方とか、口座振り替えでやるとかっていうところは、中に入ってますので、もし支えていただけるという方がいらっしゃったら、これ無料で差し上げるということにしたいと思います。で、これ裏見るとですね、2500円とか書いてあるんですけど、無料でお持ち帰りいただいて結構です。で、あそこ置いてありますので、休憩時間とか終わりの時にですね、やっていただければと思います。で、これも置いてありますから、適当に持って帰っていただければ結構です。はい、それから次がですね、今日やっていただく永田さんにお持ちいただいた、DVD ですね、こういうのがあります。あと2つしかないので、3つあったんですけど、1個売れちゃって、あと2つしかないので、ご入用の方はどうぞ。で、これはですね、2500円のものを2000円で今日お譲りいただけるということですので、富塚さんのところに後で行ってください。どなたもお買いにならなければ私は買いますから。今度はここに書いたこれです。子ども脱被爆裁判の最終準備書面。これなんですね。で、これもまあもうここで話すの3回目なんですけど、これ要するにまあ、子供脱被爆裁判は福島地裁でやっていて、ついまあこの間3月に判決が出てボロ負けしたんですけどね。その時の裁判の一番最後に出す、最終準備書面をここへ冊子にしてあるんです。で、まあこれ皆さんパッとこう、表紙だけ見るとね、これ裁判の資料だからね、また難しいことが書いてあって、こんな読むの大変だろうなと思われるかもしれませんが、決してそうではないと。そうではない。で、これ実はですね、弁護士さん多分6人が中心になって作ったんだと思うんですけど、子どもをですね、被爆から守るために、あらゆる法律を調べて、それをですね、分かりやすく並べて解説して、頭の悪い裁判長に分からせるように作った本なんですよ。本っていうか、まあ準備書面なんです。なので、この準備書面というのはですね、ここに私書きましたように、日本で今存在しているですね、唯一の、しかもですね、最高水準の、かつ脱被爆の立場に立った参考書なんですよ。最優秀参考書。これが。で、皆さん書店に行かれてですね、ちょっと俺も被爆の勉強してみようかなと思われて本を探してご覧になっても見つからないです。福島第一原発の事故前まではですね、あったんですよ。それはまあ原子力保安院とかですね、経産省とかの OB とかですね、幹部たちがですね、小遣い稼ぎで書いていたんですけど、福島第一原発以降ですね、ありません。一冊もない。なので勉強しようにもですね、本も見つからないですよ。見つからない。だけどこれは今私が申し上げたようにですね、単に放射線被爆のことだけではなくて、子供を被爆から守らなきゃいけませんから、例えば学校に関する法律はどうなっているか、あるいは環境に関する放射能の規制はどうなっているか、こんなこともですね、全部調べ上げてここへ書いてあるんですよ。で、かつ、この前申し上げたように、つい最近のですね、福島の放射能の汚染状況まで調べてくれている。これちょっと最終準備書面から私がピックアップしたやつなんですけどね。例えばここにあるように、土壌の放射性セシウムが4万ベクレル存在することと。これはですね、放射線管理区域のことを説明しているところなんですよね。で、こ
これずっと行くとですね、最後の方まで行っていくとですね、こういうのが出てきます。でこれはつい 1,2 年ぐらい前にですね、福島のですね学校のそばの放射能の汚染状況、これは確か土壌じゃなかったかな、土壌汚染じゃなかったかなと思いますが、調べてるんですよ。これそうするともう、もうものすごい数十万ベクレルですよね。だから福島の子どもたちって凄まじい放射能汚染の中で勉強させられてるっていうことです。それで私なんかゾッとするのは、そういうところなのにですね、校庭でですね平気でサッカーやらしたりですね、かけっこやらせたりしてるでしょ。これ本当ね、密室の恋のですね殺人ですよこれ本当に、まあ、とにかく凄まじい数字なんですよ。それで皆さんもご存知だと思いますが、4万ベクレルパー平米じゃなかったかな、これが放射線管理区域の何て言うんですかね、区切りなんですよ、4万ベクレルっていうのがね。だけど見るとですね数十万ベクレルとかありますよ。そうするとね、福島県というのはこれは放射線管理区域に入った方が安全だということになるわけですよ。これブラックユーモアですよ、わかりますよね。なんか国の施設かなんかがあってですね、この部屋は放射線管理区域です、入ってはいけませんっていう、普通はそうなんですよね。福島行ったら放射線管理区域の方がものすごく汚染してますから、どうぞ管理区域の中入ってくださいと、こういうことです。放射線管理区域っていうのはもちろん飲食ダメですよ、青少年入れませんよ。だから福島県って青少年入っちゃダメなんですよ、放射線管理区域はね。こんなところでですね平然と今でも今勉強させてる、これをやめろと言ってるのが子ども脱被爆裁判なんです。でそれをですね、その裁判の、まあ、地裁では負けましたけど、その地裁のですね頭の極度に悪い裁判長を分からせるためにですね、誰でも読めば分かるように書かれたのがこの最終準備書面なので、まあ、よかったらお手に取って、見てみて。じゃあ私からは以上ですので、柳井さんちょっとお願いします。あ、すいません、ちょっと柳井さんに一言二言お話してもらいます。今日は遠くまで来ていただいてありがとうございます。担当者は 4,5 分だけちょっとお話しさせて、担当者は、皆さんご存じの通り33年やってきてました。で初期から放射能測定もずっとやってきまして、おかげで実質的な中身としてやってます。この担保を30年史に載ってますが、この学習会も2011年から今670回ぐらいになってますですね。ですからそういう意味ではその前のチェルノブイリの時にうんと盛り上がったけど、その後スーッと後ろが引いていくように運動が沈滞したという反省で、ちゃんと原子力村の本質をもっとしっかり学習しようということでこの学習会が始まって、田中さんたちのご協力も得て受付している富塚さんを中心に今670回ですか、80回近づいてますですね。でとりあえず今私どもが一番力を入れているのが東京圏の原発をなくした再稼働を防ぎたいという、つまり東海第二原発の再稼働を防ぎたい、これが一番大きいです。来年の8月か9月に110万キロワットのオンボロ原発、43年目になるかな、が動き出そうとしてるんで、これを防ごうということを一番重視しております。東北の方も女川が大事な時期に入ると思いますが、私たちも関西の3つの老朽原発と関東のこの1つの老朽原発、これをどうしても防ぎたいなと。で一番事故を起こす確率が高いという報告を日本原電東海原発は出しております。私が言うんじゃなくて、事故の基準によって届けをせないかんです。その届けが一番経産省に多いのがこの原発なんですね。そういう点で来年8月か9月に再稼働
したとしたら必ず事故を起こします。それが、まだ小さい程度ならいいんですが、もし十何年も動いてなかった原発、巨大な原発を動かして大きな事故になったら、東京へ約6時間で放射能が来ます。人音じゃないんですね。ですから私たち担当者を33年やってきた中で、自分たち今までは人様の応援に行ってたんですよ。でも自分たちの町が放射能になる可能性が来年の8月9月にあるということで、担当者としては今総力を挙げて一番大きい問題としてこれをやっております。合わせてもう一つは今月の16日に発足しました原発いらない金曜行動、450名ぐらいが参加して大きく盛り上がりました。そういう点で原発いらない金曜行動も盛り上げていきたいなと思っています。その他に先ほどタラチネの話もありましたが、それも重要な活動ですが、担当者としても放射能測定は33年ずっと続けてきたんで、今後もやっていきたいなと思っています。いずれにしても東京圏もそういう重大な時期に来てると、そういう中で原発をこういう勉強会に皆さんが積極的にご参加いただけるのが私たちにとっては一番嬉しいことです。皆さんと一緒になってどうしても東京圏の原発をなくする、そして合わせて東北女川原発の戦いも応援できる、そういう形にしたいなと思います。皆さんと一緒に頑張りたいんでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。じゃあよろしいですか。はい、三陸の海を放射能から守る岩手の会の永田と申します。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。私、この問題、このような問題に始めたのは岩手県の滝沢村というところがあるんですが、そこに、全国の医療用の放射性廃棄物の処理工場、ラジオメディカルセンターという RMC と当時言ったんですが、それが40年ほど前に、計画が出まして、これはまずいということで、40年ぐらい前からこれ取り組んできておりますが、そちらの、RMC という医療用の放射性廃棄物のところにですね、創業から反対運動してもつい負けてしまいまして建設されました。で6年後ですね、そこに研究用の廃棄物を持ってくるってそういう計画も出てきたんですよ。で当初から原子力が、彼らは日本アイソトープ協会主体なんですが、原子炉廃棄物まで持ち込もうと、そんな計画が裏であったみたいなんですよね。それで研究用がその次の段階、医療用研究用と、そして原子炉廃棄物と、その2段目が出てきたんですよね。それで私必死になって頑張って、それは止めたんですよ、村長も。でそれが一段落したのが2004年で、その時に でゆとり出たので6箇所のことだいぶ問題になっておりましたので、それで 見たところ、こう RMC 毒粉なんかも全く問題のない、問題外の大量 の放射能をですね、海に空に出すと、それが分かりまして、これは大変だということで、この運動を仲間と一緒にやり始めたのが、で今までやってきているような状況です。で、そういうふうなことで、この、最初にこういろいろとやって、国と日本原燃にですね、質問状を突きつけたりしながら、そして説明責任を問い、そして運動を進めるというような形でずっとやってきております。で、よくわからないことがたくさんあります。だからもう何なんだというふうなことで、それをこう追求していくような運動でずっとやってきました。最初から分かってるわけでないですし、今も分からないことだらけなんですが、やっぱりおかしいところはおかしいことが少しずつ少し明るみに出てきておりまして、これはもう許せないなというようなことも、出てきております。そんなようなことで今日は皆さんと一緒にその辺の情報を共有して、その
この問題考えていただければ、まあ、そういう時間になれば非常にありがたいなと思っております。じゃ早速始めたいと思います。これが6カ所再処理工場で、いずれ原発、各原発、日本中の原発ですねから出る使用済み燃料が、ここに持ち込まれまして、プールに保管されます。プールが今3000トンのプール満杯です。これがプールですね。でそこからそれを硝酸で溶かし、ぶつ切りにしてから、そして硝酸で溶かすと、そして抽出して、ウランプルトニウムと、核廃棄物、核分裂物質、そういうふうなものに分けます。そして、ウランプルトニウムの、に分けて、そして、酸化ウラン、あと酸化プルトニウムですけど、プルトニウムだけだと核拡散上問題があるということで、ウランと両方混ぜて MOX の形で、製品として取り出しているという状況です。で、そういう中でですね、高レベル廃液というものが出ますし、これが非常に、核分裂物生成物の濃縮液でね、これがとんでもない心配しております。これはここに220立方メートルほど現在溜まっております。ガラス固化できないでいるんですね。これはね、これ150メートルの排気筒です。ここからトリチウムだとか要素、そういうようなものが、特にクリプトンです、全量排出されております。全く除去しないで、すごい量です。地球上のクリプトンが増えてきてます、このようなことから。で廃液は沖合4キロ、水深44メートルから放出しております。原発はそのまま河川に流せますよね。再処理工場はそういうところに流したら、サンプリングされたらもうバッチリ分かられますので、もうそうやって沖に流すわけで、多分福島原発のトリチウム汚染水もきっとこの方式でサンプリングできないところに流すと、そんなやり方になってくるかと思っております。こちらは東海再処理工場ですが、これ東海再処理工場がもうモデルとなって6カ所ができていると、そんなような関係がありますが、これは日本原子力研究開発機構が主催しておりますが、こちらにもですね、高レベル放射性廃棄が東海330立方メートルほどあるんです。6カ所より多いんですよ。こっちは1140トンほど使用済み燃料を処理して廃液です。6カ所は425トンと、そんなようなことで、今のところで、これご覧のお分かりいただけるかと思いますが、ここに海が見えますね。これ標高6メートルなんです。だから福島原発並みの15メートルの放射、津波が来ていれば、これ行ってしまいましたね。このちょうど煙突の後ろのところに高レベル廃液の貯水タンクがあるんですが、そこの多分電源がやられて、あと水で冷やすんですけども、その給水系統もやられてしまうと、もう蒸発沸騰が始まって、そして蒸発観光、そして溶融揮発と、で首都圏は今頃もうめちゃくちゃなって、いたんでないかなというふうにいうことで、それがそんなふうに思っているような状況なわけです。でこちらはですね、90メートルの排気筒ですが、沖合 3.7 キロ、水深27メートルで海洋放出しております。そんなようなことで、非常に不都合なものは沖合になすと、ヨーロッパなんかでもセラフィールドですか、そこの再処理工場があるんですが、そこでグリーンピースの人がね、潜ってサンプリングに行ったとか、そんなふうなことが聞いておりますけども、ちょっとそれでちょっと最初なんですが、少し前段の基礎って、ちょっと、お知らせしておいたらいいかなと思うことを先に、核燃サイクルですね、そこにおいて再処理工場の位置でね、位置づけがどうなってるのかと、そういうふうなことを、
あのことですが、まあ、あのウラン鉱山ですね、そこからウラン鉱石を取りまして、製錬工場で、まあ、精製して、イエローケーキというものを作り取り出します。これはまあ全部海外です。カナダとかオーストラリア、大体一体でやっておりますね。そしてそれをイエローケーキだと、これ酸化ウランですので、あの濃縮できないんですよ。濃縮しないとダメなので、気体で遠心分離かけてやりたいと。でそれでフッ素と化合し、あの反応させて6フッ化ウランという気体にしちゃうんですね。60度ぐらいで気化しますので、それでそれを転換工場と転換させるわけですね。まず一旦気体にしてしまうと。そしてこれもあの海外です、日本にはありません。でその6フッ化ウランにしたものを、あの六ヶ所村にはありますウラン濃縮工場、これはまあ稼働しておりますが、ここで、遠心分離にかけて、そしてほんの微小のウラン235が、これ核分裂物質です。 0.7% です。残り 99.3% はウラン238という核分裂しないあのウランですね。その2つをこう混ぜたものがあのイエローケーキなんですが、まあ、あのそれ酸化物ですけども、でそれをこれを 0.7% だと低いので、濃縮して3ないし 5% までして原発に入れるわけですが、でその遠心分離20段ぐらいでやっちゃうんですね。非常に電力食います、とんでもなく。だから、まあ、世界各地ではウランの濃縮ウラン あの広島型の原爆でなくて、みんなプルトニウムという安くできるやつでにしようとしているんですけど、ちょっとそれは別段です話ですが、でその濃縮します。そうするとですね、ここ1トン取るのに7トンぐらいでこっち廃棄物が出るんですよ。それは劣化ウランですね。 0.2 から 0.3% のウラン235の濃度になります。でこれはあの役に立たない、だから劣化ウランで、これがあの六ヶ所村に大量に保存されていると、そういう状況で、これ非常に危険なんですね。まあ、気化しやすいですしね、よく漏れたりして結構事故になるたりしているようです。で、まあ、で今度は気体の濃縮ウランが取りますが、これだと原発に入れられないですね、機械だから。でまた酸化ウランに転換するんですね。それが再転換です。そして二酸化ウランにしたものをペレットに固めて、そして、原発で使うと。これはまあ東海にもあります。最初に再転換工場ですね、6カ所から東海に行って、でこれも東海だとか全国に3カ所ありますね。で、まあ、ウラン燃料を入れると。そしてそれをその使用済み燃料、2、3年使ったあの核分裂させた原料を、使用済み燃料をこちらで再処理工場6カ所に持ってきて、そして、まあ、再処理してウランとプルトニウム、まあ、プルトニウムを取りたいんですね。プルトニウム欲しい人だらけなもんですから、戦争したい人たち、で、まあ、今のところまあそうなってるんです。あのだから回収ウラン、あと回収ウランとプルトニウムですね、これはあの6カ所再処理工場にたまっております。ちょっとそれでこの再処理工場では、あのウランプルトニウムを取った廃棄物、まあ、核分裂性物質だとか、そういうふうな、まあ、TRU 中超ウラン元素なんかも入りますけど、それらが廃液として、溜まってくると。でそれをガラス固化すると。ガラス固化したものをここに今貯蔵しております。でそれを
今スッツ北海道のスッツ村でスッツ町ですか、あの最終処分場のね、あの学習会やってますが、ここでこう埋める場所を、まあ、東洋町ではまあ反対されてストップかかりましたし、今度スッツでどうなるんでしょうか。今度町内会町長さんは選挙でですね、これからあるみたいですが、そこがやはりあの大きな山場になってくると思います。でまあ、あのちょっとここに印つけたのは6箇所だとかですね、赤くなってないけど赤いのが6箇所村です。でこの青い点線はあの下北半島と、6箇所村がある下北半島なんです。そこにだから原子力施設がまあ集中してあると、そういうふうなことがですね、だから6箇所村では非常にあの放射能に被曝しやすい状況になっている。そして後でちらっと触れますけども、あの青森県は非常に寿命が極端に全国最下位で、がんのですね死者が2000ちょうどこのウランの濃縮始まったその後あたりからやっぱ全国ワーストになってしまいまして、それがずっと現在までも続いています。まあそんなようなことがあります。まあそういうふうなことであのこんなふうなサイクルになってるんだというふうなことですね。それ でいずれいろんなところから廃棄物が出ます。これまああの小出弘明さんの原発の嘘という本からの、使わせていただいたんですが、まあ、ウラン採掘ですね、あと精錬濃縮すると、こういうなところからそれぞれ残土だとか鉱材とか、まあ、岡山のウラン残土なんでね、あの人形峠のそんな問題がありますけど、まさにここですね。で原子炉に入れてそして再処理すると、そうすると高レベル廃液でガラス固化体が出てくる、発生するとそのようなことが、まあ、その他低レベルの廃棄物もたくさん出ます。それでまあちょっとこれ欲しいかな。それであのちょっとここでですね、これが原子炉ですけども、ここの上を上流と、ここから下を下流というふうに言うんですね。で上流というのはまあウランです。ウランの廃棄物が発生していると。でまあ核ウランの自体のその子孫隠し娘隠しだとかそういうふうなものもできてはいるんですけど、まあ微量、まあ、量は多くないんですが、原発に入れますと原子炉で中性子ですね飛び交う中に入れますといろんなものが出てくると、まあ、核分裂性物質もたくさん出ますし、あともう一つは TRU というですね中性子が飛び交ってますから、一番あるのがウラン238です。そこの原子核に中性子が入ると TRU という超ウラン元素ですね、それが発生します。超ウラン元素はあとして そういうふうなものの全部崩壊してきますから、超ウラン元素は全て放射性ですので、でそれは下流ですね。そしてこの前の放射能とここの放射能で1億倍違うんですよ。放射能が1ベクレルだったものが1億ベクレルまで増えると、それぐらいここで下流がうんと放射能が増えると、今これからちょっと根拠をお見せいたしますが、まあ、そのような問題があると。だからこちらの方をですね非常に汚れが大変になってくると。で、まあ、この再処理したものをさらにまた再あの原発で使ってまたモックスなんていうのはまた汚染があの不純物汚染物が中に入った形での、ウランになってきますし、というふうなことになりますが、あでまああのあこれもこれはウラン燃料ですね。ウランが235、核分裂性のウランが3-5%で、核分裂しにくいウラン238が、まあ、残り、これが、まあ、ウラン燃料ですね、あの原子炉に入れる燃料です。でそれで 2-3 年ぐらい、まあ、燃焼させます。そして取り出したらこんなふうになっていると。ここのウラン235が 1% まで減ってしまうと、
これ入門のデータですね。そしてプルトニウムができると、そしてこれ3ないし 5% は、まあ、プルトニウムも本当は入るんですけど、まあ、核分裂生成物と超ウラン元素とそれらがまた改変して子供の娘各種子孫各種ができます。そういうようなものがここに入るわけですが、まあ、こちらの方を廃液が高レベル廃液ですけど、それで、一つさっきもお話ししましたけど、ウラン235の核分裂からできる核分裂生成核種と、それともう一つはウラン238が中性子を捕獲してできた TRU という超ウラン元素、これの2つあるんだということを、まあ、確認していただければと思います。その TRU にはプルトニウムが入ってくると、だからここまで最初なかったのプルトニウムがどんとできてくるわけですよ。でこれを、まあ、各世界各種のなんていうかですね、軍需だとかそういうふうなところの人たちは持ちたがってるわけですね。まあ、あとはこの燃料1キロ1トンあたり30キログラムぐらいですね、実はこの子前後で軽くなってきます。こちらがこれはE=MC0 というアインシュタイン の質量とエネルギーの透過法則といいますか、この式でもってジュールという熱ですね、発生熱がこう求めることができるわけですが、でこれがペレットだとすると約1センチぐらいのペレットですね、焼き固めるんですね、ウラン燃料を。それをこう320個ぐらい4メートルぐらいのパイプに詰めて、それが、264本だから 17×17 ぐらいですね、17本と17本こう束ねて燃料束作って、それが、まあ、193体、これ全部で1600万粒ぐらい入るわけですが、これ大井原発の例だそうですが、100万キロワットですか。でこれ一つあれば、まあ、普通の4人家族が半年ぐらい暮らせる、エネルギーが出ると、まあ、そんなふうに言われております。まあ、そんなようなことがあるんですが、まあ、それでこっからこっちになったら1億倍ですよね。1億倍放射能が増えると、そういうことなんですが、でこれは次のこれを見てちょっと面倒くさくてちょっと分かりにくくて申し訳ないんですが、これは地層処分の第二次報告書という1999年に できたそれ のものなんですが、この矢印、まあ、2つありますが、これはですね、ウラン鉱石ですね、750トン分だそうですが、鉱石のなんか品位 1%、それの放射能ですね、これね、10の3乗ですが、まあ、750トン、それからそれを生成して、1トンのウランを作れると、そういうふうなことらしいです。1トンのウラン燃料を取り出すと。750トンから。そしたらその1トンのウランの燃料の放射能は 100ギガベクレルと。ギガだから10の9乗なんですね。とんでもない、それでも高いんですが、それを原子炉に入れると、ここで核燃料を原子炉に入れると、原子炉に入れて数年経って取り出すと、燃料取り出しですね。そうするとここなんてここに来てるんですよ。これは10の10乗です。だからすごいですね。これが1億ですから、10億100億ですか。だからこれ10の10乗ベクレル、ギガベクレルになってますが、この入れた時にはここです。100ですから。だから100分の、まあ、10の10乗、10乗ですね。だから100億と 100分の100億になりますから、割れば1億ですね。ということでギガベクレル、もう1億倍増えてるんですよ、放射能が。
入れた時と、それがもう向こうのデータからも分かるわけです。それでこれがまああのよく8000年経てば安全だとか、10万年経てば普通の天ウラン波になるというふうなことを言ったりしますけども、それがまさにここですが、ここ8000年ですね、大体。あ、違いますね、2万5000年でこのウラン鉱石750トン分ぐらいにこうなってるわけですね。だから、まだまだこのウランの燃料よりもずっと高いですね。詰めたウランの燃料の100ギガよりも高くなってると。で、10の6乗だから100万年ですね。ちょっとこれ対数メモリで申し上げないんですが、100万年経ってもまだあのウラン挿入したウラン燃料よりもさらに高いです。だから全くその、100万年経って10万年経てば、まあ、8000年経てばあの天然ウラン並みになるとか、そんな全くデタラメだってことがこれでよくわかるわけです。ほんとごまかしてきます、こうやっていつでも。もう分かんないことをいいことにして、ほんとひどいですよ。だから100万年後も放射能強いです、だってウラン1トンなんて大変な放射能ですから、さらにそれよりも多いんですから、だいたいして750トンの鉱石と比べるというのはおかしいですよね。だいたい同じウラン燃料の傘と一緒に比較すれば分かるんですけど、もう全くなんか変な比べ方したりしてやってきます。非常に悪どいと思います。まあちょっとでまあちょっと第一部ということで、ですね、再処理工場の配信的安全審査と、で重大事故とシミュレーションというふうなことでちょっとお話しさせていただきます。これも非常に今問題があるということで、先ほども福島みずほ事務所にちょっと寄って、ちょっとお話お願いしてきたりしたことあるんですけども、まあ、内容はちょっと高レベル廃棄の発生だとか、ウラルの拡散時、まあ、実際これシミュレーションですね、重大事故起きたらどんなふうになるかという、でまあちょっと蒸発観光という言葉は後で出てきますが、あとこれについてはちょっと問題が非常に問題があることが出てきております。ちょっとその前にじゃあで、まあ、これはまあ先ほどもお話ししました、ウラン燃料ですね、使用済み燃料、原発から出てくる、それは3000トンで、もう受け入れられないと満杯になってるから、だから各地の原発で困ってるわけで、で中間処理場を自分の敷地内に作ろうとか、そんなことになってるのはこれが止まってるからですね。でそれをまあ細かく砕いてから硝酸で溶かして、でそれをまあ、胃液溶剤ですね、ノルマルドデカンとか、まあ、そんなふうなやつだとか、まあ、ちょっとそういうふうなもので、ウランとプルトニウムをまず分けます。そしてあと核廃棄物と、この二色に分けて分けます。で、まあ、核廃棄物の溶液ですね、これを、蒸発したら高レベル廃液になりますが、それを2つにウランとプルトニウムをさらに分けると、酸化還元とかそんな言葉でやりますが、で、まあ、ウランを、そして最後に硝酸を飛ばして酸化ウランの製品を得ると、でこっち側プルトニウムをだけだと取り出すと、核の疑いプルトニウムを持つ気しているというふうなことで、核査察がありますので、まあウランと混ぜてモックスの形で、硝酸を飛ばしてから、まあ、貯蔵していると、まあ、そんなような状況になっていますが、まあ、高レベル廃液ですね、これにここからもこう来てますが、これは風溶解残砂という、非常にちょっと硝酸にも溶けないものがあるんですね。それからちょっと泥状のものですね、それが高レベル廃液として来てます。でこれが非常に問題を起こすんですね。何かって言ったら白金属なんですよ。
これの中に白金が随分入ってますし、私はまあウランプルトニウムもたくさん入ってるからなんですけど、ちょっとそれについて後で言います。風溶解残砂、これをガラス溶融炉に入れると一気におかしくなるんですよ、溶融炉が。それでストップしてしまうと、そういうようなことが今東海でも6カ所でも繰り返されています。まあ、アルカリ廃液というのもこれも高レベル、この3つ混ぜて高レベル廃液を固めると、そんなふうになってるんですが、いずれ心配なのはここと、ガラス、まあ、高レベル廃液、それとこの3000トンのウラン燃料ですね。これはやっぱし水が抜けたりすると、それこそもう大変なことになります。この2つが非常に要注意です。まあ、でそこのところをちょっとこうさらにちょっと見るのも嫌なような図ばっかりですみませんがまあ廃貯蔵120立方メートルのタンク、これ2基あるんです、高レベル廃液。あと風溶解残砂の70立方メートル2基あるんですね。全部で4基あります。まあ、アルカリ廃液もあります、これは1基ですが、でこれとこれらの、ね、化学貯蔵に臨界量を超えるプルトニウムが入っていることが分かったんです、去年の2月ぐらいに。それまで分からなかったんですけど、だから下手すれば臨界が起きるっていうか、連鎖反応ですね。それでちゃんと審査したのかどうか、今非常に今も言ったりしておりますが、申し入れたりしておりますが、まあ、いずれこの3つの廃液を合わせて、そしてガラス固化すると、まあ、そんなようなことなんですが、でいずれ廃液にはですね、放射性物質が濃縮しておりますので、その各放射能が自己崩壊して、放射能を出し線を出してこう娘各社になっていくんです、子孫になっていくんですね。でその子孫がまた変身して変わってくる、まあ、そんなようなことが行われているんですが、したがって崩壊率がすごいんですね。あと放射線が飛び交ってますから、水だとか有機物があればそこから水素が出てくると、だから水素、放射線分解水素が発生して、この水素爆発の危険も非常にあるわけです。でしたがって攪拌冷却早期と、攪拌して冷却をきちっとして、あと空気をね、流し込んで、絶えず水素を追い出さないとダメだと、そういうふうなことで、これが重要なんですね。で、まあ、この臨界量以上のプルトニウム23級が含まれていることが、まあ、分かりました。それについてはまた後からお話ししますが、それで、これは、まあ、こちらは東海再処理工場の、高レベル廃液のタンクです。東海では高放射性廃液と、まあ、そんな言い方してますが、高レベル廃液と同じです。言い方がちょっと違うだけです。で、これは、こちらの方は6カ所ですね。これ地下4階にあります。でこれが地面ですね。東海はもう半地下です。ところにタンクがあるんですね。6カ所はまあ地下3階から4階にかけて、各一つ一つの部屋はセルですと言ってますけど、1メートル以上のコンクリートでずっと前後左右ですね、囲まれている、まあ、そのぐらいの放射線を遮っているようにしているんですが、まあ、ここにまあ津波が来たりしたらですね、まあ、いずれ冷却電気系とやられるともう終わってしまいますから、あと冷却水がもう水パイプがおかしくなったりしたら水が入っていきませんし、そんなことになればもう大変なことになるということで、国の方にいつもその辺も申し入れてるんですが、それでまあちょっともうちょっと具体的に、これはまあ日本原燃の、ホームページから取ったものですけども、高レベル廃液ですね、これは、すいませんでした、まあ、2系統で冷却していると、だから1系統ダメになってもなんとかなりますよと、そういうふうなことを言ってるんですね。冷却系統の直接、
直接通水と発生防止、あとは、まあ、直接、中に水を入れると。だけどここは圧力上がったりすると入りませんね、水も。でまあ、二系統ともやられればね、そしたらあの冷却できなくなりますから、まあ、沸騰が始まると、まあ、あと拡大防止、あ、それはこっちですね。あとこんなやつですね、見るからにもこんなの役に立たないと、なんだか放水銃だ、放水砲だとかね、こんなもんでね、福島原発のこと考えたらこんなもの持ちやったたってもう意味ないような感じで、まあ一旦事故あれば本当にもうあれなんですけど、非常に対応できない、そういうふうなことが、こんな小手先のこと、こう移動式の、これ移動式なんですね、みんなね、移送してる。大地震来たりしたらもう移送もできなくなりますし、まあ、そんなことか考えると非常にあの甘い対応をしてごまかそうとしていると、まあ、いずれそこに書きましたが、あのもし電源だとか冷却水が入らなくなれば、電源が切れれば、まずあの蒸発管庫します。沸騰して、水が全部飛んでしまって完固すると。でその完固したら次にそれが崩壊熱で溶けます。1000度2000度なりになってきて、そしたらそれが沸点に達したものがあれば沸騰していくと。そして揮発して、場合によって爆発するんですね。なぜ爆発するかって言ったら、硝酸塩なんで、硝酸で溶かしますよね。硝酸っていうのは酸素たくさん入ってるんですよ。だからさ、あの非常に爆発性があるんです。硝酸アンモニウムだとかそんな爆発があるんです。ニトロっていうのは、まさに硝酸の、ニトログリセリンのニトロっていう言葉が、まあ、硝酸を表す言葉ですので、ですだから実際爆発も後でお話しします。あと冷却水が止まると、冷却できなくなると、もう水入ってこなくなると、もうこれ沸騰始まると、まあ、そんな問題があります。でこれが具体的な、あの高レベル排液の貯槽ですね。このコイルたくさんあります。ここに人がいるんですね、2人。大体7メートルぐらいですね、直径7メートルの深さ5メートルぐらい、ここに人が2人入って、まあ、これ作ってます。まあ、一旦中に排液入れたらもう人が近寄れない状況になるんですが、この間に攪拌機が入ってるんですけど、まあ、いずれあの冷却とあと水素の送気、この2つやらないと大変です。で6箇所ですね。でこれ6箇所、あの日本原燃が出した資料ですが、約24時間で沸騰始まると、こう冷却が止まると。で発生する水素が爆発濃度に達するのは約35時間後だと。で東海工場は48時間で沸騰が開始されて、発生水素が爆発濃度になるのは33時間後と、で、まあ、国に報告してます。これはかなり甘いんです。いろんな対策を取ったらばこうなるんだというようなことですが、でも原子力学会の学会誌では約15時間で沸騰すると。そして早期が止まると約7時間で水素爆発濃度になると。まあそんなことですね。でこういうふうなことでちょっと問題があるので、最初あの使用済み燃料ですね、持ってきて原発から持ってきたやつ、それ4年間冷却したものを再処理すると、そうなってたんですけど、それだったら放射能が高いし、このような水素の発生を抑えるのにできることができないとか、そういう問題がありまして、今は15年冷却にすると、原発から出してから15年経ってから再処理すると、そうすると放射能が減るからと、まあ、そんな意味なんですね。そういうふうにして、まあ、あの小手先のことを言って、まあ、いるわけですが、まあ、そんなようなことです。でこれからちょっと具体的な事例としてご覧になった方も多いかと思いますが、これはあの、
ウラルの核惨事というやつで、ここで、まあ、爆発が起こりました。これもあのそこにあります、ね、麻薬事故だとか1957年の事故ですが、核兵器用の再処理施設です。そこであの高レベルの硝酸塩化液体が入った貯蔵タンクが冷却系統の故障によって化学的爆発、要するにあの硝酸塩爆発ですね、 TNT 火薬70トン相当が起こって、タンク内放射性核種の約9割が施設とその周辺に落ちて、約1割に当たる200万キューリーが300キロにわたって汚染したと。でこれ事故は秘密にされてて32年後に明らかになったというふうなこと事例ですね。それでこれここにあれ書いてますけど、1957年この年にですね、山にピクニックに行ったグループ全員が死亡したと、放射能堆積物に座っていたことが後で分かったと。でバズビーさん、クリス・バズビーという人の本に出ておりました。でこれご覧になって分かるように、これバーンと一回爆発して、あと風がこの方向に流れたというのがよく分かりますよね。そしてまあ収まったと。福島原発のようだったら、いろんな長い期間にこう出てればいろんな方向に散らばってくる、そういうふうなことですが、この時は一発でこういったと。それでまあ収まったんだと思います。ただ300キロですからね、結構遠いです。ここから富山ぐらいですか、300キロ。浜松だとか、あと青森、あの秋田あたりぐらいまでですね。それが300キロぐらいの範囲ですから、ここからここまでですね。でこれちょっと気をつけていただきたいのは、これストロンチウムなんですね。ストロンチウムの汚染なんです。ストロンチウムは非常に揮発しにくいんですね。だけどセシウムよりずっと悪さするんです、ストロンチウムは。体内半減期約18年です。体に入ったら出ないんです。骨と仲間、カルシウムの仲間ですので、なかなか一旦体に入ると抜けないと、非常に問題があるわけですが、まあセシウムよりまず、まあ、もう当然セシウムも出たと思います。だけどもストロンチウムで、まあ、珍しく、まあ、汚染分布が出ている例ですね。というふうなことで、こんなことが起これば大変だということです。でこれはもっとすごいですね。これは1977年の1月の毎日新聞です。核再処理工場の重大事故、国民の半数が死亡もというふうなことで、これはあの西ドイツ、旧西ドイツ政府ですね、それがまああのシミュレーションを頼んだんですね。あの政府機関のところにですね、それがまあ自然保護団体から分かってすっぱ抜いたと、そういうふうなことですが、再処理工場で冷却施設が完全に停止すると、高レベル放射性廃液のタンクの爆発によって工場周囲100キロの範囲で全住民が致死量の10倍から200倍の放射線を浴び即死すると、最終的死亡者数は生毒人口の半分の3000万人に上る可能性があると、非常に恐ろしいシミュレーションがなされてたんですね。でこれはゴアレーベンという再処理計画です。再処理場、年に1400トンの処理する工場ですね。で6カ所は800トンです。東海は210トンと、まあ、そんなふうなことで、まあ、ですがいずれ廃液の量、それによってですね、6カ所再処理工場はですね、本格操業を始まれば絶えず500立方メートルはずっとあの保管貯蔵していくんだと、そんなふうに言ってます。ひどい話で、そんな危険な廃液をですね、絶えず500立方メートル40年間ものやられればとんでもない話です。全部すぐガラス固化にするとかだったら、まあ、そうしない場合とってもね、やってもらったら全く許せないですね。というふうなことで、
まあ、このような、なぜこの日本政府はこのようなシミュレーションをしないのかと、人々のことを考えたら絶対やらないとダメなことだと思いますね、こんな危険なものを。でそれについて、まあちょっとまあ、関連して後でまたお話しますが、これはノルウェー政府も調べてたんですよ。ノルウェー政府、ちょっと分かりにくいと思いますが、ここはイギリスですね。これセラフィールドの再処理工場というのがあります。でここの排液1000立方メートル中セシウム137の 10% ですね、 10% が放出して、最悪の風向きの場合、まあ、ノルウェーがこんな風にして、まあ、強制避難だとか移住必要だとか、いろんなところが、まあ、汚染が出てくると、そういうふうなシミュレーションをノルウェー政府はちゃんと政府機関でやって、まあ、報告しております。でそのイギリスにですね、ノルウェー政府は早いとこ固めろと、排液を安全にしなさいと、そういうふうに申し入れておりました。でこれは東海再処理工場ですね。これもご覧になった方はおられるかと思うんですが、これは高木仁三郎さんの、本から取ったものですが、東海再処理工場の 高レベル排液タンクへ攻撃を受けた場合と、まあ、これは戦争を見てミサイル攻撃みたいなのをやったらこうなりますよというようなことで、まあ、一気に壊れて全部出てきますからね、ほとんどね。で、まあ、大型の排液タンクは1億キュリー以上の放射能を含むと、まあ、120立方メートルのさっきの7メートルの直径のあれがこのぐらい入りますから、それが破壊されればということですが、何十億人もの致死量に当たる結果として、何百万人の人々が障害を発生させ、日本は全土的に回復不可能な汚染状態となろうと、こんなふうに書いてあります。まさに西ドイツ政府のシミュレーションと同じですね。それでこれは6カ所再処理工場で、この場合はちょっと控えめな評価なんですが、まあ、高レベル排液のストロンチウムとルテニウム、あとセシウムの 1% が、まあ、100立方メートルの 1% が出た場合、まあ、こんな風になりますよと、この辺が4シーベルト以内ですね。ここは10レム全員避難は100ミリシーベルトですから、100ミリシーベルト、まあ、ここに長期間いた場合、まあ、1ヶ月いた場合と、そこに1ヶ月住んでればそれだけ被爆しますよというふうなことですね、なってます。これはまあ1ミリシーベルトですか。まあそんなふうなことで、ですね。まあ、いずれも大停電や冷却水系の配管破損など、いろんなことで、まあ、さっき言いましたように、排液が沸騰して、蒸発管庫して、溶融して、そして揮発すると。出てくる。場合によっては爆発すると。それでちょっと、これからが、まあ、一番問題点なところなんですが、今言った西ドイツだとかノルウェーとか高木さんのシミュレーションというのは、みんなここの第3段階となってますけど、揮発性放射性物質が直接環境へ放出されると、ここまでが何かといったら第2段階というのは蒸発管庫なんですね。高レベル排液が完全に蒸発すると、蒸発管庫すると、そういう意味です、まあ、これは沸騰するところですね。沸騰が始まるのが第1段階、第2段階が蒸発、全部沸騰が終わって完工してしまうと。で日本政府はなんと今回の安全審査はここでやめてんですよ。第3段階は ならないと、そういうふうにさせないと、だからそっちは評価してないんだというふうなことで、そういうやり方をしているのが安全審査なんです。6カ所再処理の。ちょっとこれ。要するに第2段階の原子力規制委員会は第2段階蒸発管庫で評価をやめて合格としたんです。
去年の7月31日ですね。で、最初に工場重大事故挑発勧告止まりの安全審査をしていると、国民を審査守る審査じゃないと、起こる可能性がある事故を評価しないと、真相防護といいますか、避難だとかですね、もう絶対最悪の場合にこうするとか、そんなのが途中でやめてしまっている、非常にけしからないことをしております。それで、法律が悪いんですよ。まず一つはこの法律は誰作ったんだかと、ですね、この重大事故のはどういうものかといったら、臨界事故、あと放射線分解による水素爆発、あとここに蒸発勧告ですね、冷却機能の喪失による蒸発勧告、高レベル排液ですね、というふうな、まあ、その他有機溶媒、ね、火災、そんなのあるんですが、ここに米印がついてて、定義が書いてあるんです。蒸発勧告の定義で、高レベル排液の冷却機能が喪失した場合に、高レベル排液等の沸騰により溶液中の水分が蒸発し、やがて水分がなくなり、最終的には溶質が乾燥固化に至るまでの一連の現象を言うと、これで終わってるんです。この後が一番大きな重大問題なのに、これでこういう定義をしてるんです。非常にけしからないと思います。で、これで福島みずほ議員さんに今年の2月に質問してもらいました。蒸発勧告後の対策を講じるべきではないかと、どのような理由で講じていないのかと、したら、ご指摘の蒸発勧告後の爆発や揮発や爆発の対策については対象としていないと、さっきの定義通りで対象としてない定義だからしないんだと、そういうふうに言ってるんですよ、会長は。それで最後のところにですね、質問主意書の最後ですね、重大事故を絶対に二度と繰り返さない、厳重審査を行う決意を示されたいというようなことですが、したら最新の科学的試験や国際原子力機関等の規制基準を参考にしつつ、再処理建設の規制に必要な基準を設定し、そして審査を確認したものであると、こんなふうに書いてます。回答がありました。ところがですね、この国際原子力機関というのは IAEA なんですけども、 IAEA の規則が、まあ、基準が、ここ数日前に分かったので、このスライドは新しく作ったやつです。これだけ追加したんですが、 IAEA 基準では最初の災害対策のハザードとして、まあ、臨界事故ですね、大規模火災爆発と、3番目に大容量液体貯蔵の破裂って書いてるんですよ、括弧して蒸発勧告と。だから高レベル排液体貯蔵の破裂じゃなくて爆発だと思うんですけども、そういう言葉のこうね、いろんな、できるだけ柔らかい言葉に変えたりしてるんですが、まあ、これちゃんと IAEA では破裂ちゃんと想定してるんですよ。それなのに、そして国際基準にちゃんと考えたって言ってるんだけど、ここをね、これここですよ、国内の15回の平成28年の11月のその原子力災害事前対策等に関する検討チームの会合と、それの資料なんですよ。だから検討してたはずなんですよね、国は。まあ、これはこのスライドも私たちのホームページに差し替えて全部入れたのありますので、したがって IAEA でちゃんとこう指摘してるのに、ここ全然検討してないと、これはあまりにも大変だというふうなことで、福島議員さんのところに今日は行ってきて、ちょっとこれ質問してほしいということでやるんですが、まあ、質問してもどうせろくな返事来ないような感じはするんですが、本当にだけどこれはもう場合によってはですね、国の存在を危うくするような
事故があればですね、そういう再処理ですから、これはこのまましておけないなと思っております。破裂の審査をなぜしないと、破裂っていうよりも爆発だと思うんですけど、まあ同じことじゃないかと思います。で、高レベル濃縮廃棄が、まあ、濃縮した場合のその評価ですね、冷却、ちょっとこれ、まあ、ちょっとこれもまた分かりにくくて申し訳ないんですが、要するにこの冷却が止まったら高レベル廃液ですね、23時間後にこれ沸騰開始すると、そして161時間後に ルテニウムというものが、まあ、揮発し始めて、そしてルテニウムが放出終了すると、ここからですね、そしてここまで、そして、まあ、いずれ600度でやめてるんですよね。こちらですか、こちらがルテニウムの放出量ですね。161時間後になるとルテニウムが増えて、どん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 揮発して環境に出ていくと、まあ、ルテニウムはたった半減期1年のものですから、15年経ったらかなり減るんですけども、まあ、いずれそれでもこれだけ出ると、で 7.7 日後に収束すると、でこれで終わってるんですよ。だから高レベル廃棄はもう蒸発完工してそれで終わりと、それ以上ならないんだと、だから評価しないと、そういうことを言ってやってるんですけども、ただこれご覧になって分かるように、ここからここ短時間にずっと温度上がってますよね。ここで600度で終わるわけでないんですよね。ずっと上がっていくんです。1000度2000度と上がってきますから、そしたら溶融しますし、1000度台で大体かなり溶融します。そして沸騰、沸点もすぐもうちょっとしたのありますし、まあ、3000度ぐらいになったらもう、ほとんど出ていくと。福島原発事故で、原発事故の時に金属の匂いがしたとか金属の味がしたって、スリーマイル島の時もそうでした、そうやって言われたんですが、あれはもう炉心が溶融して2、3000度まで行ったからだと思います。ジルコニウム火災でですね、そうすると煙、白い発見みたいなのがあって、それが環境に飛び出してきた、それを嗅いだからだと思いますし、その粒を吸引して鼻に入ったりして鼻血出たりとか、そんなことでもう金属の匂いしたらもう絶対逃げないと、もう大変なことになってるんだなってことになると思うんですが、まさにここですね、高温になれば金属もウラニウムであろうがプルトニウムであろうが、まあ、で、まあ、溶融点ですね、酸化セシウムは490度、500度ぐらいで溶け始めると、そして、まあ、1000度近くなったら全部気化していくと思います、沸点に達して。で、まあ、ストロンチウムは2400度ぐらいで、酸化ストロンチウムですね、溶けると、まあ、それが、沸点はもうちょっと高くなりますが、まあ、こんなようなことで、まあ、600度でもってもすっかりもうやめてしまうと、それはありえないというようなことですね。本当にだから本当に大事なところを全て曖昧にして、やってるということですね。だ、もうちょっとしたら休憩、もうちょっとさせてください。10分か20分です。で、第2部、まあ、この途中までやって休憩ということで、高レベル廃液ですね、これガラス固化体ですね、含まれる放射性核質と放射能ということで、これ全部秘密にしてきたんですよね。いくら聞いても教えないんですよ、国も県連も。まあ、その辺でだんだん分かってきました。あとこの途中までちょっとお話しさせていただきます。で、これは、まあ、2013年に川谷平議員さんにお願いして質問してもらったんです。で、六ヶ所と東海に、の高レベル廃液中の成分ですね、それをようやく出てきました。これは、まあ、3.11 の原発事故ですね、
それを踏まえて2013年ですから、それから2年後ですね。でようやく出してきたんですよ。で分かってきたんですけども、あのまあこれは東海村で、これ6カ所ですね。でご覧のように6カ所の方はずいぶん空白だらけです。秘密にしてるんですよ。これ特にストロンチウム90なんて、これ非常に大事なものは教えないんですよ。まだこの段階でも空白にしてると。で、まあ、あのこれセラフィールドとかそちらの方のデータもある程度分かりますので、あこう比較したりできました。おかげさんで。で、まあ、あのこれ 3.2×10 の15乗なんてですね、これはベクレル1立方メートルあたり、これどういうことかあったら、あ1立方センチメートルに32億ベクレル入ってるんですよ。 1ミリリットルに、そういうことなんです。これコレベル排液1ミリリットルに、こっち側26億ベクレル入ってるんです。6カ所はセラフィールドは63億ベクレル入ってると。こちらのまだちょっとなんかおかしいんじゃないかなと思うんですが、まあ、いずれ一つセシウム取ればこんなふうなことですね。だから今100ベックレルですね、食品基準だとか1キロあたり、こういうふうなもんなんですね。それで、まあ、いずれ6カ所ではまだまださまざま空白状態と、本当のことを教えない、そんなことだったんですが、でもこれによってこんなことが分かりました。セシウム137について比較することはさっきのデータで分かったわけです。6カ所の排液中のセシウムは10の17乗と 5.2×、 東海はこうなっていると。してこれとあの福島原発事故と比較すると、あの大気放出しましたあのセシウム137の、これはまあここにあの下に出典が出てますので、これは根拠ですね。そうすると比較すると6カ所は約35倍、福島原発のセシウム放出量のそれだけあると、東海は約80倍ですね、東海はだけどちょっと排液処理しましたので減りましたけど、まあ、あと広島原爆と比べたらとんでもないですね。広島原爆でセシウムが放出されたものと比べるとすごいですね。数千倍ですか、5800倍から1万3000倍と、そんな風にセシウムが排液の中に溜まってるわけで、こういう風なものが出てくると、まあ、大変なことになります。で、まあ、あのこれでこれはあの福島原発のセシウム汚染をですね、あのちょっと地図を移動させて、これ6カ所に持ってきたりとか、これはあの東海にね、そうですね、東海に持ってきたりして、そうですね、そしたらこれ、まあ、こんなふうになるんだよと。でそれも正しい、しかし、こちらは35倍、まあ、福島は約73倍になりました。まあ、あの排液少し処理しましたので、まあ、そのぐらいのものが出てくるんだと。そのまともにでセシウム137は揮発性しやすいからかなり出ますので、ストロンチウムは揮発しにくいから出にくいんですが、まあ、そんなようなことで、だから一旦事故があったらとんでもないことになるんだということがこれでよくお分かりいただけるかと思います。で、まあ、ストロンチウム90についてもちょっとこう比較してみましたけど、ちょっとこれはちょっと飛ばします。で、あのこれは2015年ですね、今から6年前の12月の審査会の資料ですね。それを私たちの仲間が見せてくれました。こんなのあったということで、そしてこれ見たらですね、ここに高レベル排液ですね、濃縮排液貯蔵120立方メートル、ここ見てたら、ここにこれプルトニウムなんですよ。全部5つプルトニウムの同位体です。プルトニウム239中
核分裂性物質も入ってます。これが出てたんですよ。これベクレルですね。これ 232.0×10^13 ベクレル、まあ20兆ベクレルなんですが、それだけ120立方メートルの廃液に入ってるぞということです。で、一番向こうを見ますと風溶解残渣ですね。これが一番問題な、これ入れればガラスが固まってガラス効果がうまくいかなくなるのがこれですけども、これはタンクが小さいけどこちらの方がたくさん入っていると、そんなことが分かりました。で、それをじゃあ臨界なる臨界量と比べてどうなのかって調べましたら、ここにありますように臨界は金属状態で 5.6 キロで、まあ、臨界になると連鎖反応が起きるということ、溶液では 510グラム なんて、溶液だと非常に水が反射剤というのは、まあ、原則剤となったりして中性子が効率よく入るんですね、原子核に。まあ、そんなことが書いてました。それで質量を求めました。それから割と簡単に計算でベクレルから質量を求まるんですけども、小出さんなんかから教えられて分かったんですが、これぐらい廃液ですね、これは 8.75kg、 8750g と、不溶解残渣には 14800g と、まあ、14.8kg 入ると。だから臨界量をはるかに超える量入ってるんですよね、高レベル廃液タンクには。だから単なる、まあ、さっき言ってきました問題に加えて臨界も問題もあるんだということですね。これ審査したのがあったら審査したって言うんですよ。で、どこで審査したんだって聞いたら、そのうちしぶしぶ教えてくれましたけど、ところが審査してないんです。非常に小さい25立方メートルのタンクは調べてるんですが、120立方メートルについては調べてないと、そんなことが分かりました。で、今これも追求中です。で、まあ、いずれプルトニウム1グラムの毒性というのは、高木仁三郎さんはそこに書いてあるように原子炉級プルトニウムですね、原子炉級というのはいろんなもの入ってるやつですね、238から242まで、これが原子炉級ですね。それだと1グラムが18億人分の制限値、摂取制限値になると、そうやって書いてあります。したら1万5000グラムだったらですね、27兆人分の摂取限度という、ちょっともう考えるのが思考がストップするような数値が出ますし、これは吸入したら何シーベルトになるかという、これ一つ一つ調べましたら、まあ、この実効線量係数というのが出てるんですね、告示に。これを見ますと計算できます。で、これする合わせると、まあ、約 4.47 シーベルトが、外部被曝の場合7シーベルトで知るんですよね。致死線量が7シーベルトとされています。で、7シーベルトで割れば、これはまあ、だけど吸入摂取ですけれども、外部被曝じゃない、内部被曝でちょっと違うんですが、外部被曝の基準を当てはめると 4.4億人分の、まあ、致死量になると、一つのタンクのですね、ということで、毒性が、まあ、で、まあ、こうまとめると、まあ、2013年にこう公表されたものに、今回の2015年の審査会資料のものをこう入れると、まあ、かなり整理されてきたんですが、どうも値がだいぶ違うと、まあ、数倍から10倍以上、この審査会資料の方が高い値が出ていると、そんなことが分かります。まあ、1立方メートルあたりのベクレル数ですが、まあ、プルトニウムですね、これがはっきり分かってきました。今まで隠されてきたんですね、これ全部。
審査会に出してるんですのに我々には教えなかったんですよ。プルトニウムは全部回収されると思ってたんですよ、ウランも。そんな風に思ってたんですが、なんとプルトニウムだし、ウランはこれまだ答えてなかったんですね。ウランも入ってくるんです。ウランが一番多く入ってくるんですが、審査会資料にはウランは書いてないと。本当はウランもちゃんと審査しなければならないんですが、で、まあ、で、まあ、一滴ですね、コレベラ廃棄一滴は、ストロンチウムとステシウム137だけでも、まあ、半数致死量になると。でその他のいろんなもの入ってますから、まあ、全部合わせると7シーベルト致死量になるんで、ね、一滴で致死量になるんだと思ってました、まあ、そういうふうに考えてたんですが、ところが2015年の資料を使いますと17シーベルトもなってしまうと。これを経口摂取した場合ですね、口から取り込んだ場合、ということで、まあもう全く一滴でその通りなんですね。で結構だからこのように曖昧なんですよね、かなりアバウトでやっています。ただこれは皆さんもご存知だと思いますが、高レベルガラス固化体ですね、作りたてのガラス固化体は近くに立っていると20秒ぐらいで致死量、致死線量を浴びると。で1メートル離れたところでも約4分で死亡線量になると。そんなふうに、これはまあニューモの資料です、というふうなことで、まあ、非常に廃棄、危ないものを、まあ、作り出していると、まあ、これで最後になりますが、で、まあ、ウランがですね、昨年の7月21日に院内集会があったんですよ、参議院で、衆議院だったかな、原子力規制を監視する会とか FOE ジャパンで、私もリモートで参加したんですが、そこで質問したところ、ウランとプルトニウムの製品回収率を教えろと言ったら、最初秘密だというような感じで答えなかったんですが、最後にですね、官僚の方が、98.2% の回収率として事業申請書で出ていますよと教えてくれたんですね。でそれで 1.8% が高レベル廃液に入ってくると。そうですよね、それしかないですから、それは推定することができたんです。でそれをもとに高レベル廃液に含まれる各種一覧表という、お手元にあるでっかな A3 のあれがありますね、それが、まあ、作ることができたんです。初めて、高レベル廃液ガラス固化体に入ってくる量ともなりますが、ということでちょっと飛ばします。ここのところ、これは、まあ、要するに核分裂生成物と、あとさっき言いました超ウラン元素ですね、そういうふうなことについてのちょっとお話だったんですが、ちょっとこれは時間があんまり進んでますので、ここからちょっとさせてください。この一覧表ですね、お手元の A3 の一覧表、これの基礎はです、小出弘明さんからちょっと前にデータを送られてきたんですが、それをこう見てれば、あ、これ大事なことだなということで、それの元になったのがここにあります日本原子力研究所ですね。ここで1999年にですね、作った使用済み軽水炉燃料の各種組成評価というこういうふうな冊子があります。これは、まあ、どなたでもこれを打ち込めば出てきます。取得できます。ただちょっとやっぱり面倒くさい理解がですね、それを元にして作ったのがお手元のこれです。ちょっと電気つけていただいた方がここはいいかもしれないです。これ全部で核分裂生成物だとか TRU は約1000種類以上ですね、
あるんですよね。というのはあるというのはその原子力の告示というのがあるんですけど、いろんな各種の情報が出てるんですけども、それは1044ぐらい告示に法律に出てるんですよ、原子力関連の法律に。まあだからまあ最低でも1000以上はあるんですが、でそのうちのこれ80ぐらいですね、78種類ですよね。だからごく一部というか、まあ10% 程度、なんですけども、でこれですね、どういうことなのかというと、ウラン燃料1トンですね、それはね、PWR の使用済み燃料ですね。で初期ウラン濃度が235は 3.9% で、燃焼度が40ギガワットで、まあ、毎トン HM、まあ、これ HM だとかなんか分かりにくいんですが、1トンのヘビーメタル、まあ、1トンのウランだというふうなことですね。1トンのウランあたりの燃焼度が45ギガワットで、これも分かりにくいんですよね。これはですね、まとめて言うと 3.9×10 の15乗ジュールという、1ジュールは 4.2 カロリーですから、カロリーだと思ってください。熱量です、発生エネルギーですね。燃焼度、そのデーがちょっと気になるんですけど、もうそこは GW ギガワットデーと、それイコール、まあ、エネルギーの単位だと、要するに何カロリー熱が発生したと、そういうふうな意味なんですね。でそれで照射して、まあ、エネルギーを原子炉の中で取り出して、そしてそれを抽出して取り出した後、5年後にですね再処理したと、5年後に再処理し、その発生したその放射能ですね、まあ、各種と放射能を、それが1000年経っていくら8000年後、10万年後の半減期によって減衰しますから、それを計算したものです。ただこれは子孫隠し考えてないんです、申し訳ないんですが、ちょっとそれまで考えるゆとりが全くないというか、ちょっと素人ですので、だから最小隠しと最小放射能です。でご覧になりま、それですね、その半減期の順に並びました、放射能の各種の半減期、左から 2番目ですね、 2列目、したらそれで裏に3番目が裏238ですね、それちょっと読めないですね、44億6800万年です。44億6000万年、まあ、だから約45億年と覚えたらいいかもしれませんが、裏238は45億年経ったら半分に減ると、減らないですよ。だからで地球の年齢ご存知だと思いますが、もうしているかもしれない、46億年と言われていますから、だから地球の年齢とほぼ近いんですね。だから今もある自然にあると、そういうふうにご理解いただいてもいいんじゃないかと思います。で、ウラン235はその次ですから、4番目ね、7億年ですね、半減期、すごいですね、これも永久ですね。ということで上の方はうんと半減期長いものです。だからほとんど5年1000年後8000年後10万年後見てもほとんど変わりないですね、そんなもんなんですよ。ところが下の方に見ます、一番下はもう、非常に半減期もとんでもなく短くなって、まあ、100万78番目あたりはもう100万分の 1.9 年と、まあ、そんなレベルですが、だからそういうようなものはたちまちなくなると。でも これの表に出てないものほど半減期短いと思います。それがもう900種類以上あるということだと思いますね。だからもうどん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 なくなっていく、だからとんでもないエネルギー出すんですね。半減期どんどん炉から取り出したら すごい崩壊熱出るというのはこういうふうなことで、
5年経ったらだいぶなくなってくると、まあ、だから牢から取り出したら本当に近くに行ったらもう20秒ぐらいで死んでしまうというのはそこから出るガンマ線にやられちゃうからですが、まあ、そんなようなことですが、いずれちょっと下を見ていきますと、26番ですね、一番左側の26番を見ますと、ちょっと何かわからない、あ、キューリームというんです、キューリー夫人のキューリーム246ですが、これが10万年後まで残ってますが、その下の、ラジウムは226、キューリー夫人が見つけたやつですが、ラジウムね、1600年ですね、半減期、そのあたりになってくると10万年後にはなくなると、っていうふうなことは分かるかと思いますが、あとはあと29番のアメリシウム242ですか、29番ですね、これ152年の半減期のものは8000年後にはもうなくなる、まあ、なくなるというわけではないんですけど、まあ、0.000 よりも少なくなると、そういうふうな意味ですが、まあ、そんなことで、何割210ぐらいのところからは、まあ、5年後から1000年後にかけてなくなってしまうと、まあ、そのように見えてくるわけです。で、特に33と34ご覧ください。34番目のセシウム137とストロンチウム90、これ多いですよね、5年後。ちょっと何ぼか数えられないぐらい多いですが、だからこれらがやっぱり福島原発事故なんかでも大気に出てきたりしやすい、揮発、セシウムは揮発性ですし、だからこれらが特に問題になるわけですが、まあ、幸いストロンチウム90はあまり出なかったのはよかった、まあ、よかった、幸いといえば幸いだったかもしれません。まあ、そんなようなことで、こういうふうなものが出てくると、だからこれざっと見ても8000年後に天然ウラン並みになるだとか、10万年後に天然ウラン並みになるなんてちょっと思えないですよね、これだけ見てもね。あ、で、ごめんなさい、それ真ん中はグラムですね、単位がグラム毎トン、1トンあたり何グラム出るかという、あ、それと言い忘れました、4列目の未回収ってなってますよね、ウランプルトニウム、これは日本原燃の日本原燃の事業申請書では 98.2% まで回収すると、ということは 1.8% が未回収として高レベル廃液に入ってくると、そういうふうなことでそこの 1.8% 分を高レベル廃液に入れたわけですね。それでこの表が完成したんです。そういう意味ですね。まあ、したがって、まあ、これ1トンあたりですけど、ガラス固化体には 0.8 トン分入るんですよ。だからこれの数字かける 0.8 トンするとガラス固化体1本に入る、放射能の量が計算できます。で、それが一番右下のところにガラス固化体1本 0.8 トン分相当含有合計ベクレルと出てます。まあ、そういうふうなことで、まあ、8000年後10万年後に経っても、まあ、放射能の量は 4.96×10^11 ベクレルと、かなりの放射能が持ってると、永久になくならないと、そういうふうなことが言えます。まあ、ウランが増えれば増えるほど永久になくならなくなりますので、まあ、その他細かいところちょっと見るのもひどいんですが、まあ、なんか参考になればと思いますが、まあ、後ろの方にちょっとなんか裏にですね、その周期率表、周期表との そこに、核分裂との関係だとか、なんかもしまあ、あとは解説もちょっと書いてありますので、
ちょっと非常に専門的になってしまって恐縮なんですが、まあ、あのこういうふうなのも知らないでいると向こうがもう勝手にですね、何万年でも大丈夫だっていうか、8000年でなくなるとか、そんなこと言われっぱなしになるのは非常に腹立たしい話ですので、それで反論してください。何が何本入ってんだって、その何に何か入ってるか分かんないものを埋めれるわけないだろうと怒るのは普通だと思います。それをごまかして、そしてこのやってくるのが非常に嫌なところでありますので、まあそんな意味においてもちょっと作ってみたわけです。まあここのところはじゃあ以上で、次に進ませてください。でそのあとここはもうでんあのちょっと消していただいても、あそうか、これがあのこっち側あれですね、照射後経過年数ということで、今見ました8000年だとか 10万年、まあ、これは1万年で止まりにしました。これは等間隔のメモリです。2000年、4000年、6000年、8000年、1万年と、でこちらは対数メモリになっています。で、まあ、500年ぐらいに急速にあのガラス固化体ですね、1本に含まれる放射能が下がります。ただまあ1000年経ってもあれですけど、この上の方はですね、ちょっと上の方はですね、これあのこれからお話しする回収率ですね、日本原燃が日本原燃はあのウランプルトニウムの回収率は98.2% ですかって言いましたよね。それがここです。 その分のウランプルトニウムを考慮したのがここです。でこっち上の方にあるのは、これはあの実際 日本原燃の定期報告書、それから計算したらこっちなんですね。後でやります、あのお話 しますが、ウランは 9% ぐらい、ね、入ってくると高レベル廃液に、プルトニウムは 22% も廃液に入ってくるような計算になっちゃうんですよ。まあ、これは後で言いますが、でウラン燃料は 0.8 トンに、ね、放射能は約 1.2×10^10 ですから、ここからもこの辺になっちゃうんですね。これ 1×10^11 で10はここです、ここですので、この辺りが、あとウランの燃料を、ね、入れたあのガラス固化体あたり 0.8 トン分のですね、ウラン燃料を入れますね。その時のウラン燃料の放射能がこれぐらいだという、 1.2×10^10 と放射能はここです。それと比べたら結構ありますよね、ここね、100倍ぐらい。あでこのさっきの表からあ の一番下、最後に言いました、10万年後だ、1万年後はこれ計算するとこうなりますの でこれと比較しますと約10倍違うと、1万年経っても放射能の量は多いと。でこれはまずっと言っても同じですよね、100万年経ってもという感じで、そんなことで天然永久に天然ウラン並みになることはないと、そんなふうなことがこれからも言えますので、まあ、ニューモの説明会の時なんかで、ね、おかしいんじゃないかと、そういうふうに問い合わせしていただければと思いますが、あとちょっとこれも話変わりますが、いずれ低線量被爆でも危険だと、これがあのアメリカの科学アカデミーと、非常にこれは権威、アメリカでも一番の権威機関ですが、ここで2005年の6月30日にあのこれ岩手日報ですけど、全国紙にも出ました、どこもここあの共同通信関係ですか、で出ましたけども、ここに書いてるのは、被爆にはこれ以下なら安全と言える量はないと、で日本を含む15カ国の原発作業員を対象にした調査
占領限度以内の低占領被爆で癌種の危険が高まることが判明したと、疫学調査の結果こうなったということです。こちらの方はもう、何十万人って調べたりしてるんですね。こちらに40万7千人調べたと、そしてこういう結論出してるんですよ。そして100ミリシーブトの被爆で100人に1人の割合で癌を発症する危険が判明したと。100ミリシーベルトでも問題ないって言ってますよね、国は。雇用学者たちは。とんでもない話。今、年1ミリシーベルトが基準なのに、100ミリシーベルトでも問題ないんだってね。もうデタラメ言って。私はこの新聞記事出たときには、これで変わるかなと思ったんですね。ここにも、雇用学者の方で、草間さんっていう人がもう、低線量では人体に影響がないと、言い張るのは難しくなったのではないかなんてコメントがありますけども、で全くだけどこれを無視してるんですね。とんでもない話ですよね。これがやっぱり一番科学的だと思うんですよね。原因因果関係はっきりしない場合には疫学でやっぱし行けるほかないかなと思いますが、まあそんなことでご参考にいたしました。私たちも RMC、滝沢の RMC の問題やってるときは、微量でも危険だと、放射線は。だから RMC ね、医療用の廃棄物だけども、やっぱりおろそかにしてほしくないっていうふうなことで騒いなんですが。で、これは、これ、1950年から2000年までの自然死産率の増減ですね。これ下世界の核実験ですが、これ日本の例ですけど、死産率がこれ年度ごとですね、ここから増えてるんですよ、こうやってね。そして下がってきてこうなったんですが、この分ですね、ここからここまでの分余計になくなってるんですね、子供たちが、赤ちゃんか。そういうことですが、でそれはこれと関係あるんじゃないかと。原発核実験ですね、もうまさに環境中で放射能をまき散らかしたんですから、影響ないはずないですし、まして子供っていうのはね、核細胞分裂中ですので、一番放射線に影響を受けやすいと。でこんなふうなデータもあってですね、これ殺人ですよね、本当にですね。でこれが大気圏の核実験しなくなったらこう少なくなってきたと、それをまあ一致してるんじゃないかなと思うんですが、でこれはまあさっきもちょっとお話ししました、これは六ヶ所村のウラン濃縮工場ですね。でこれ小渕沼の向こうに六ヶ所再処理工場があるんですが、同じ日本原燃ですの工場ですね。でここでさっき言いましたけど、まあ、自然の六価復活ウランを濃縮するんだけども、劣化ウランができると、7倍ぐらい、1トン取るのに 7.3 トンぐらい出る劣化ウランがどうしても出るんですね。放射性の同位体の分離というのは難しいんですよね。トリチウムと水素を分離するのも同じです。同位体、同じ化学的性質を持ったものを分けるというのは非常に難しいんで、でそれが非常に危険な状態で、これは劣化が7300トンですね。これ2005年の間ですか。でこっち側はその後40 475トンで足したら7800トンほど劣化ウランが6カ所でシリンダーですね、 1.5 メートルぐらいのドラム缶みたいなもんですが、それに保存されてるんですね。これ気化しやすいと、腐食したりして溶け出したら非常に危険なもんらしいです。それがたくさんあるということで、どうもなんかこれマークしてなかったもんで、でもこれは管理どうしてるのか、そのまま保管してるんですけど、腐食が始まってくるとちょっと大変なことなんじゃないかなと思って、そろそろこうちょっと
エネルギーあれば取り組んでみたいなと思っておりましたが、まあいずれあのさっきも言いましたように青森の人たち非常に関心が非常に日本一多いし、あのいずれこれ始まった後2004年ぐらいからあのですね関心が増えたんですし、自分も一番ずっとワーストになってつば抜けてワーストになってるんですね。まあこんなの影響してないかなと思うんですが、まあ、ちょっとこれは以上で、でまあ最後になります。第三部ということで、これはあの今日の主題みたいところに入って、しまいましたが、あのいずれこれ蒸発観光止まりの安全審査、これはさっきから何回も言いましたのでこれはカットします。でアクティブ試験ですね、失敗してるんですよ、はっきり言って。それについてお話しします。そしてろくでもないことは 法律改悪したりし始めてる。あとまあいずれ老朽化して腐食が進んでる。あとガバナンスの低下、放射能の垂れ流しと、まあ非常にもとんでもない工場です。で今現在やってるのは、まあ、安全審査 一通り終わりましたので、設計あと工事の認可ですね、それをこれやってますし、もう一つやってるのは使用前事業者検査っていうのがやってるんですけども、これはもともと使用前検査は国がやる予定だったんですけど、事業者にさせるように法律改正したんですよ。これも非常にけしからないんですよね、責任逃れ。そんなことは、ね、平気でやってるので、そこのところをちょっとお知らせしてたいと思いますが、まずいずれこれあのアクティブ試験が開始してから、まあ、16回延期されてるんですが、これご覧になったら分かりますが、2007年からガラス溶融炉のトラブルで延期理由がガラス溶融炉のトラブルですよ、ずっと。そしてこれ、2011年に原発事故が起きました、ここでですね。そして、規制が非常に原子力保安院から規制委員会だとか、それがごたごたしているこの最中に、やっぱ誰か知恵つけたんだと思うんですが、あのガラス効果終了させたんですよ。終了報告書がこの間で、あの2013年ですね、13年に出されて、今まではちゃんと国が審査して確認して、そして終了と、まあ、報告書を確認してたんですが、それ全くやってないで、まあ、安全審査が入ったのでそれはしないということで後回しにされてずっと来てたんですね。だからまだガラス効果は全然解決ついてないままに、なんかその審査を行って、認めているとということで、そういうふうなことがあるんですが、まあ、いずれ こちらの方はですね、審査の期間がだん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 伸びてきているというふうなことが、まあ、少し分かる文字みたいな感じなんですが、どうなっていくんでしょうか、これからですが。で、まあ、あのいずれこういうふうなガラス溶融炉ですね、高レベル廃液とガラスをガラスのペレットなんかで1100度前後で熱くして、で溶融してこう入れるんですが、これがあのさっき言いました不溶解残砂という白金属を入れると、たちまちここふん詰まりすると、ここ電気と ここからあの高電圧かけてるんですね、ここでね。そしてジュール熱高でここ発生させて、溶かすんですけど、上から白金属、風溶解残砂を入れると、たちまち下がここが詰まってしまうと、詰まるので下からつついたりしてたりして、また上からつついたりしたら、上でつついてるやつがこう的外れて曲がってしまったんですね。でこれ引き上げてる最中に無理やり引き上げたもんだから、レンガが落ちてしまったんです。でこれレンガ取るのにも一苦労してましたよ、何年もかかって。で一応レンガ取ったけど、ここはかけたままで、これ AB 炉2つあるんですけど、 A 溶融炉、 A 系の溶融炉は、もうかけてるんですよ、もうおかしくなってるんですね。でイギリス、フランス系統はどうやってやってるのかって言ったら、こういう直接ここに触るようなことしないで、この筒の中を通してですね、
ここはもう露出してるんですよね、きっとあのこれの排液とガラスにですね、そして重熱を熱を発生させるんですが、イギリスフランス方式はここあの直接触れないで周りへ電子レンジみたいな感じですね、高周波で溶かして一本一本作って、一本抜いたら次の一本、一本抜いたらここもう何もなくなると、そんなやり方してそして作ってるんですね。まあ、だからあれだけど、こちらは12本分ぐらいをその6箇所なんかやってるんですよ。東海は3、4本ぐらいですかね。ちょっとだから大きさが違うんですけど、いずれまあこれ日本の技術なんですね。ここだけ前がいい、だからそれがこう伸ばし伸ばしの原因になってくれたので、まあ結果的にはいいかったんですけども、これからもそうなってくよりほかないと思いますが、まあだけども廃液が非常に危ないから早く固めて保管してほしいっていうことで、あのこれ東海です、東海の方に相沢さんたちとですね、あの3団体で行って固めてほしいと、早く危ないから。そしたらさすがにここ専門家集団ですから、2016年からですが固め始めました、9年ぶりで東海は。ところがまたうまくいかないですね。ところがこっちが東海です、2016年から始まったんですが、そこからですね危険指摘されて、ネット59本100本作る予定だったけど59本作ったらやっぱり白金属でダメになっちゃって、それから2年経ってですね、去年の7月に再開しましたけど、今度はまた7本作ってですね、それでもうストップして今も止まってます。もう2年経ちますね。だからもうそろそろと思うんだけど、やっぱこのやり方はもうダメなんだなと思うんですよ、日本の。だからこれ早く固めてもう撤退してと、それしかないんですけど。でこの6カ所もこの東海の技術を受け継いでますから、それをスケールアップしてるんですが、スケールアップしたもんだから余計なんかうまくいかないんですよね。欲張るとダメなんですね、やっぱりね。でその最初348立方メートルですけど、まあ2007年から始まって最初は順調だったんです。というのは白金属入れないからと、入れた瞬間にもうダメになっちゃって、そしてもう つけたり止めたり動かしたり止めたり動かしたり、だから289本作って、95立方メートルしか固めてないんですよ。でそれは1本当たり 0.33 立方メートルなんですね。で国会答弁では 0.59 立方メートル、あ52立方メートルと固めますよと、そういうふうに言ってたんですが、その6割ですよ。だからもうガラス固化体が廃液が入ってないのも何本もあると。洗浄っていうのがやるんですよね、詰まったりしたら洗浄したりするんですけどもね、それふうな廃液が入ってないようなものも結構出てきて、本当にですね全く無駄なことしてるという。でまあいずれその間にこのさっき言いましたように試験が終わったよ、試験エビ色もエールも終わったよなんて出してるんですけど、全くどういうふうにやってるんだ、高レベル廃液風溶改ざんさを加えたりしてるかどうかよくわからないんですよ。全部向こうのデータですので、だから国が立ち会って行かなければならないんですけど、それ全くやってませんので、でそういうようなことも今質問しているところですが、でまあいずれイギリスと比べたら変換固化体というのがあるんですね、イギリスからとフランスから。イギリスの変換固化体のデータがありましたので見たら、まあ、28本くらいだったかな、あそうですね。でセシウム137の閉じ込め量を見たら、ここを1とすると6箇所は 0.22 なんです。で5本分を
イギリスは1本でできるやつ5本も出てくると、そうしないと同じくならないと。東海では 0.64 でちょっとまあなんぼかマシかなってんですが、まあ、そんなことでこんなことやってればもう本当にですね、技術はもう終わってると。やり始めてからもう何十年って経ってるんですよね。開始してから全然決着ついてない。それでも完成した技術だとかなんかそんなこと言ったりしているんですが、でもう一つの問題点はこの回収率ですが、プルトニウムとウランの回収率はどうなってるのかって言ったらもう絶対秘密で教えないんですね。まあ ここに 1% がプルトニウムで、94から 96% がウランが出てくると。でこれは全て回収されてるもんだと思ってたんですが、それが でこれはですね、再処理の元年の第4ステップの報告書ですが、事業計画書をですね、こちらに 98.2% ですね、それだけは回収しますよと。で事業して日本元年が国に提出した、申請書ではそういうふうに書いてるわけです。でこの通りになってるかどうかということで、これは元年の報告書、それで、出ていました。これですね、 4480kg のウランに対して 4400kg 回収しましたと。で 98.2% 回収しましたよと。でプルトニウムはちゃんと 49.4kg に対して 48.6kg 回収したから 98.2% 達成しましたと。そうやって国に報告してるんですよ。でこれはからくりがありまして、これはこの全部で425トン再処理したんですよね。そのうちの約 4.5 トン分だけなんですよ。 1% なんです。これ 1% のところでうまくいったのだけ報告してると。そうですよね、全部でどうなのかってそれが問題ですよね。でそれ聞いたら、まあこれだからここではちゃんと達成しましたよと報告してるんだけど、じゃあ全体でどうかって聞いたら、そしたら突然もうこれ商業機密ですよ。商業秘密だとか商業機密というふうに言います。民間企業の商業秘密だから国は答えられないと。そんなようなことを言っているんですが、それで教えてくれないから報告書があるんですね。日本原燃の定義報告書、それにこれ再処理量ですね、再処理量がちゃんと425トン、そして、ウラン製品が、これプルトニウムになってますが、プルトニウム製品が 6.6 トン回収しましたと、こう書いてます。またウランは366トンと。だからこれから計算すると 1% 入ってるとしてですね、そしたら、78.4% の回収率なんです。だから 22% 近くですね、それが回収されてないんですよ。プルトニウムが全くおかしいですよね。全くプルトニウムという危険な物質がどうなったのか分からないのがこんなにたくさんあれば、もう IAEA で怒らないとダメだっていうかですね、どうなってるんだっていうことになるんですが、全然 IAEA もなんか本気じゃない、ただ名前だけみたいな感じなんでしょうかね。全く届いてないんです、 98.2% まで。そしてまあ、この未回収のものはどこに行ったかったら、やっぱり高レベル廃液に入ってくるのが一番可能性があると。あとまあガラス固化体とかありますが、まあ、いずれ、まあ、プルトニウムはその通りで、ウランも同じくですね、
ウランも、あ、ウランはここですね。これとこっち側も半分はウランですので、ウランとプルトニウムの混合ですから、プルトニウム製品はこれ2つ足せばこうなって、これから計算すると、91.5% の回収率になると。ちょっとこう幅を取ってもこんなふうな感じですね。とってもしかし、あの目標値 98.2% に届かないと。だから何回も国にも質問しましたし、日本原燃にも質問しましたけど、秘密だって答えないんですよ。ところがこれがあの法律にあるんですよね。事業申請書回収率は事業申請書通りだと、そうでなければ合格させられしませんよと、そういう法律があるんですよ。それが次ですが、でそのことですが、ガラス固化試験は失敗しましたし、だと言います。でプルトニウムウラン回収率が目標以下、これはもう工場の全体が失敗していることですから、一番ここが一番問題なところですからね。まあ彼らは、我々はこっち排気が安全が一番なんですけど、で最初に合格でこのままあったら不合格になっちゃうんですね。で合格させるために、まあ、禁じ手っていうんですか、とんでもないことをやってるんですが、要するに規制法から該当項目を削除してしまいました。使用前検査を事業者に変更させると、この二段構えの、法改悪を原発事故の混乱期に行ったんです。それをちょっとですが、それはこれですね。これ福島原発事故です。その前は原子炉規制法ですね。そこで国が使用前検査を行うと。で規則の方では合格は性能の技術上の基準7項目を満たすことと、まあ、事業の申請書通りかどうかということです、主にね。でその7番目は回収率のことを言ってるんですが、回収率が、事業申請書を通りであるか。でだからこれもう回収率がすっかり違ってますから、このままだったら通らないわけですよね。だからここで画策したと。で、まあ、これは2012年にですね、東作さんに法律1回改正します。国が使用前検査を行うというのは変わらないんですが、こっち側を変えました。これ全部削除したんです。性能の技術上の基準7項目全部もうなしにしてしまって、そして新規則を作ったんです。再処理施設の性能に関わる技術基準に関する規則と、それを作りました。したらなんかやっぱりごまかされて分からないですね、代議士さんもね、きっとね。で原発の方ばっかり 目が行ってますから、再処理の方はみんなほとんど目が行ってない。それ、これが第1段目です。で第2段目はこう2017年ですね、事業者が使用前検査を行うように変更したんです。2017年に去年の4月から施行されると、そういうふうに変えました。責任逃れなんですね。第一義的責任は事業者にあると、これはしょっちゅう回答するんですよ、こうやって。そしてこちらの方ももう一回この新しい規則作ったばっかりのものをまた新進規則を作りました。これ廃棄して再処理施設の技術基準に関する規則と、でこの中に入ってるからいいんだって、どこに入ってるんだって7項目が答えられないんですよね。そういう状況なんです。そして、まあ、今はこの安全審査合格させて、使用前事業者検査施工人の開始と、これを今やってる最中なんですが、それがまあ現状なんですけど、このまましとけないということですよね。で、これについてもまあまだまだちょまだというかですね、あの福島議員に お願いしていかないとダメだし、やっぱり声を上げていかないと、まあ、院内集会本当は
やる予定だったんですが、ちょっとやっぱしこのコロナだとか、オリンピックなんか関係あって、ちょっと9月上旬に院内集会を行うんですが、そういう時に今言ったことをきちっと官僚の方にね申し入れる予定でいるんですが、ぜひ皆さんももし傍聴していただければ幸いだと思いますが、まあ、あとこれはまあちょっと話、これは日常的な放射能放出ですね。こんな風にして、これ現年の発表の値です。まあ、クリプトンのとんでも8万1000兆ベクレルも、これ実際に出したやつですよ。あ、この再処理工場でアクティブ試験というのが2006年4月から2009年3月まで使用済み燃料425トンを処理してプルトニウムを取り出した、その時の実際の値です。で、特に今問題になっている福島原発トリチウムが860兆ベクレルですね。それを1000基のタンクに貯蔵されてて、それを海に出すということでですね、それで非常に問題になっておりますが、6カ所ではもうとっくの前に出してたんですね。3年間で2200兆ベクレル海洋に放出してました。あと、まあ、ヨウ素だとかこういうのも放出してるんですが、海に出してましたね。まあ、その他、まあ、ストロンチウムだとかセシウムだとかそんなのもあるんですが、まあ、現年の方はあまり そこのところを、データを明らかにしません。で、被爆は年に 0.022mSv と以下だから安心だと、そんなような、これは机上の空論みたい、机上計算でこんなことを弾き出してごまかしていると、人々を、この周辺の人たちですね。で、まあ、いろんなこの工程からいろいろと出てきます。クリプトン、炭素、トリチウム、こういうのは全量放出ですから、ヨウ素は一部と除去してますけど、まあ、クリプトンとトリチウムもですね、計画の最初の時には除くって言ってたんですよ、除去すると。クリプトンはもう東海 最処理工場で 90% 除去できる技術を完成してたんですけども、イギリスから横やりが入って、それやったら困ると、我々もそれしないとダメだからという、そんなようなことでガーディアンにまあ、出てましたけども、まあ、そんなようなね、本当に国際的にはもう本当に原子力っていうのは本当にひどいですね。まあ、これトリチウムですね。まあ、ちょっとこれちょっと省略して、で、お手元になんか何本かあるか、部数少なかったかもしれませんが、まあ、こういうのあって、これも私たちのホームページに出ております。ここにね、上げてますけど、まあ、こんなまとめるとこんな風になる。まあ、クリプトン85の雲が工場の敷地や工場周辺に頻繁に降下してました。データで分かります。これ全部現年公的機関のデータです。これはすべて。あと、海水中のトリチウム濃度が広範囲で上昇したと。ヒラメの体内。ヒラメの体内濃度が増えたと。トリチウムのですね。オブチルマのトリチウム濃度が数倍に上昇したと。井戸水からストロンチウム90が全国最高濃度が出た当時ですね。小渕の沼の要素129が数十倍に上昇した。6カ所事業者の日常直から平常の約27倍の要素が検出された。まあ、そんなようなことはこれらの まとめになるんですが、一番問題、まあ、問題、すごく問題だと思うのは、この間ですね、青森県と日本原燃が海洋水のトリチウム濃度を測定してるんですよ。50回から60回やってるんですが、すべて不検出なんですよ。とんでもない放射能をここからトリチウム流しておいて、
ここでずっと調べているものが全部不検出なんです。だからデータ操作したに違いないんですね。もうだってイギリスだとかフランスだとか最初に工場の周辺の海域ではみんな検出されますし、東海でも検出されますし、実はあのここの6カ所以外の東通り原発ですね、東北電力のここの沖合では検出してるんですよ。そして彼らは現年はそれはここのせいだと、我々が流したものだって認めてるんですよね。あとここであのなんだかな、環境科学研究者っていうのが6カ所にあるんですが、そこにもちゃんとここの港で何回も検出してるんですね。それなのにね、もう青森県と日本原燃は全くひどいんですよ、データを操作していると。でそれは直接操作してるんじゃないかっていうふうな感じで質問もしました。そしたらそんなことしてませんと、ちゃんと普通通りサンプリングしてますと。じゃサンプリング方法を教えるったら教えませんけれども、いずれあのサンプリングでなくてもデータ操作してるなと思って、ちょっとそれ異常ですからね、あんまりにもね。だから福島でも流してもいずれその不都合なデータは出さないんで、これなんでそのこの青森県と原燃が、ね、データ操作してるかっていうのは、あの実は三陸の海ですね、6カ所のあのアクティブ試験の前に、三陸の漁民たちが、まあ、各市町村が全市町村ですね、沿岸の非常に抗議活動を激しくしたんですよ。ここに来て説明せと、岩手県に来てそれやらないで、まあ、来たんです。結果的に1日でもう2カ所調べ、あの、まあ、アリバイ作りみたいなことやって逃げてったんですが、それがあるから、そのトラウマがあるからか、いずれ怖いからそんな風にしてるんじゃないかなと思って、三陸のあの反対運動激しかったのでと思ってるんですが、じゃあ福島もこういうことをモニタリング操作するんじゃないかなと思いますけど、どうなんでしょうかね。まず一つはだからサンプリングできないところに放出すると、あとその他のデータも操作するっていうんですかね、やりかねないなと思って、まあちょっとこれはまあ非常にあの原発濃度なんかよりもとんでもないの2800倍とか、そんなあの原発放出濃度ったら6万ベクレルですよね、マイリットルトリチウムの、その2800倍で一番濃い時出してるんですよこれね、6カ所では。まあそんなことです。で、6カ所の、まあ、いろんな問題がありますが、その他の虚偽報告ですね、いろんな腐食の穴とかね、あの機器の故障、そんなのが長期にわたり放置されていたとか、電源建屋への薄い漏洩に端を発し、屋外の配管ピットを点検せずに異常な人14年間も虚偽報告していた、会社ぐるみのウラン濃縮工場で、保安規定違反指摘されたものに対して業務改善を実施していないのに実施したと虚偽報告を副社長からやってた、そんなことがもう発覚しました。それに対して老けた委員長は、最も厳しいのは審査結果を不許可とすることだとか、田中佐藤市委員長の担当委員が、まあ、こんな風に、しかるべき対応を取るなんて、なんかかっこいいこと言ってますけど、この頃ちゃんと法律を改悪して、そして現年の合格する法改悪しながらこんなこと言ってるんです。非常に、言葉だけだなと思って今なって思います。あ、でさっき言いましたあのトリチウムのサンプリングですね、トリチウム全部その青森県と原燃調べたの全部その不検出にしたのを ここで調べてるんですよね。直接放出口の上でと5キロ20キロでこうずっと南北で調べて全部不検出にしたんですね。ところがこちらの方でも東通り原発のところで
検出されるし、この辺でも検出、民間で検出されてたんですね。まあちょっとそれは、あともう、あといずれ欠陥技術、あと老朽腐食が激しいと。で、放射能汚染の設備はそのままで、やると。まあ、いずれ24年経過して、まあ、いずれ回収が悪いと。また落雷でのトラブルなんかもありました。270箇所ね、計測器壊れたりして、あと、国策会社っていうふうなことでおごりがすごくある。まあ、また従業員の士気の低下みたいなのもあるみたいですし、最近は私たちの質問に対していつも説明の場を設けてくれって言ったんだ、設けてくれてたんですけど、今年の1月は回答は来たんですけど、その説明の場を設けなかったですね。やっぱり不都合になってきたからでねえかと思うんですよ。今言ったようなことで合否判定に関わるようなことを質問したもんだから、向こうはもう避けられて文書回答しかできないと。コロナだからもうできないっていうようなことで逃げられました。あと、まあこんなふうな、実は溶ユーロでガラス固化溶ユーロで廃液漏れがありました。150リットルも漏れ、これも広島原爆の死の灰 2.5 発分ぐらいセシウムに換算ですね。それが未回収になっていると。まあ、そのままされて全く全国紙でも報道されないんですね。トリチウムの海洋放出についても全然地元紙では報道しない。私たちも青森の記者クラブ行って何回か言ったんで、こういう問題ですね、こんなに垂れ流ししてるっていうふうなことで、測定モニタリングもおかしいんじゃないかというようなことで言ったんですが、全く取り上げてくれません。まあ、いずれ、まあ、で主なトラブルは先ほどからずっと言いましたので、それを、まあ、一つこんなことだけ、これ一つだけですが、こう落雷ですね。2015年の8月に落雷によって工場の主要建屋の計器が270箇所も破損してるんですよ。計測と制御というのは一体ですので、計測がダメなれば制御できなくなるというふうな問題がありますので、これ非常に大きな問題で、本格操業でこれがあれば大変なことなんだなと思うんですが、今後ともまた落雷ということもあり得るんじゃないかと思っております。で、過酷事故を本当に防ぐことができるかと。で、一つだけちょっと、火山カルデラ噴火で55センチメートルまで積もっても大丈夫だってことになってるんですよ。1センチでもね、車はもう通れなくなるとか、そうなってるのに55センチまで大丈夫だと。で、それに対して福島議員さんから質問してもらいました。したら実証試験が行われたのかと。これはそしたら実証試験は行われたのかは確認していないと。もう要するに確認してないんです。まあ、やってないんですよね。これだけ振っても大丈夫なんて、どうして審査でね通すのか、実証試験もないままに。非常にそれがいい加減な審査をして通そうとばっかりして、結局通してしまったと。全くひどいもんだなと思いますね。いずれだけどミサイルだとかこんなの来たらもうお手上げですので、絶対戦争はしちゃいけない。つくづくこういうふうな面からも本当に、そう思います。まあ、いずれ環境基本法ですね、規制になったんですけどね、3.11 原発事故後の2012年6月20日からは放射性物質も環境基本法によるというふうになってるんですが、全く骨抜きで全然環境基準もないです。放射性の物質の海洋のトリチウムの環境基準もないですよね。土壌の環境基準も何もないんです、放射能は。それ自体もおかしい、やっぱり特別扱いをしていると思います。
まあ、最後になりますが、でいずれ徹底したまだまだ安全審査を監督を厳重に実施させるし、まあ、この蒸発観光止まりの審査はこれ絶対許せないので、これはもう諦めないでどんどん何回もやっていかないといけないと思います。で、まあ、高レベル排気はやはりできる早く安定化してもらわないことには本当に落ち着いて寝てもいられないようなことです。で、回収率を見て分かるようにもう最処理の技術は破綻しているということがよくよく分かりますので、絶対、まあ、撤退すべきだと、そういうふうなことで行かなければ我々が生き残っていけないというか、そんな問題が出てくるんじゃないかなと思いますので、やっぱり声を上げていかなければいけないなと思っておりますので、皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。以上で終わりにいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。私からこれをちょっと紹介しておきますね。これは原子力資料情報室の、まあ、機関誌ですね。5月1日に出たやつなんです。ハツリガラスをいい加減にやってるって記事なんですがね、先ほど話が出ていたガラス固化ですね。ガラス固化の時に上炉のその下の落ちるのところに白金属がたまるわけですよね。たまるとそれで止まっちゃうから、それをですね削り取ってんですよ。なんか おのこはなんか死ぬ、ね、飲みかなんかでこう削り取ってんですね。でその削り取ったやつの削りカスが、まあ、ガラス固化体だからね、それが、まあ、いっぱいたまるわけですよ。でそれはガラス固化体ですから猛烈な放射能汚染物質ですよ。でそれをですねなんかステンレスかなんかの入れ物に入れて、そこら辺にポイッとですね10年間ほったらかしだったと。それがこういうこと、それがここに書いてあります。それで、それをまあ原子力、ごめんなさい、規制委員会が見つけたらしくてね。それで見つけたらいいんですけどね、それについてこの記事を書いた人が、まあ、いろいろ聞いたんだけど、フケタがですねそんなことは俺の問題じゃなくて日本原燃の問題だと言ったと、そんなことが書いてあります。まあ、信じがたいですよ本当にね。で、まあ、資料情報室の概要なので、また見てください。それで、まあ、あともう一つは今長さんからおっしゃっていただいたようにトリチウムの測定値ごまかしてるでしょ。ごまかしてますよね。東電の福島沖でですね、掘り投げた時も、ま、多分間違いなくやると思います。で、あれなんか薄めて流すとかなんとか言ってますけど、その後も新聞記事出てご覧になってますよね。もういいんだと、測定なんかしなくていいから薄めたらそれでぼーっとしてしまえと、こう言ってるわけですよ。もう見ましたよね、新聞記事ご覧になったでしょ。要するにそれが狙いなんですよ。もうね、いろいろやると金かかるから、タンクにあるやつを時間かけてバーッとしてしまえと。でそのまま捨てるとブチブチ言われるから、そこへ海水をドワーッと入れてですね、ガーッと薄めてそのまま海にボーンとすればいい、そう思ってるだけなんですよ。だから私が申し上げたように、まあ、ここちょっとここがなくなっちゃいましたけども、タラチネさんにですね、ベータ線を測定してくれる、もう日本で唯一の市民測定所なんですけども、タラチネさんに周りの福島沖合のですね、様々なものを測定してもらわないといけないので、潰さないでほしいというのがですね、お願いなんですね。海水だけじゃないですからね、トリチウムとストロンチウムを測ってますから、海水だけじゃなくて魚介類のストロンチウムを測ってほしいんですね。でこれね、全く注目されてないんですけど、私はもう福島原発以降はですね、福島沖のみならず、東北から関東にかけてのですね、太平洋側で取れた魚は一切口にしないことしてるんですよ。でそれはなぜかというと、ストロンチウムに汚染されている可能性があるんです。でストロンチウムというのは骨にたまるので、魚を骨ごと食うのはですね、これはもうやめた方がいいですよ。怖いですよ、怖い。それはね、調べてみるとたまたま出ないっていうのがたくさんあるかもしれないんだけど、ルシアンルーレットになってる可能性があるんですよ。100匹の中に1匹でもいて、それ自分食っちゃったらですね、これ先ほど長さんがおっしゃったようにですね、出てこないですから、体に、外に、自分の体の骨の方行っちゃうので、で骨に行くと
そこでですね、白血病、骨って血作りますからね、白血症になるでしょ。それでそいつがですね、ストロンチームはそれで終わるかというと、今度はイットリウムというですね、この娘各種、このね、娘がひどい娘でね、これが、でこのイットリウムってやつは今度は膵臓に行くわけですよ。そしてそこで膵臓でがんを発生させたり糖尿病にさせたりするわけです。だからこう往復ピンタ食らうんですよ、このストロンチームってやつはね。なのでこのトリチウム異常にですね、このストロンチームを測ってもらうっていうのも非常に大事なんですね。だからこの2つの機能を持っているタラチネさんをですね、皆さんで支えていただきたいというのがですね、私のお願いです、はい。そしたら皆さんからちょっと、はい、皆さんからご質問なりご意見なりあれば。あのこの間ツイッターによると5000億また追加でって載ってたんですけど、六ヶ所村5000億追加 で、はい、で26あのまた延期って載ってたんですけど、延期って私の知ってる限り今度延期すると26回目かなとか思うんですけど、5000億円追加すると追加って載ってたんです。年中元気してますよね。本当にね。多分なんか延期の期間なのが長引いてきてるんですけどね。どんどん金かかるし。5000億円。5000億追加って載ってましたよ。そんな記事出てたね。ね。そうですよね。ああ、ちょっとしか私覚えてないけど。すごいですね。はい。いろいろ乗っかってると思います。私きっと抑えてなかったです、うん、すいません、質問でもないんですが、はい、このパワポのデータは、はい、近いうちにこうなんか公表すると思います。もう近いうちっていうのはホームページにも出てます。あ、もう出てるんですね、はい、私たちのホームページの、はい、開いたら右側の方にこう縦にずっと表になってるのがあるんですよ、はい、データのね。その一番下に今日のこれがスライドですね。あ、そうです。それ全部PDF で消えてますので、はい、はい、分かりました。それぜひご覧いただければ。今日入れ差し替えましたので前と、はい。はい。はい。いらっしゃいますか。あともう一つ。はい。安田村の、このそこでおやりになり始めて、はい、ここに行くのをもう一回、ちょっともう一回っていうのは、六ヶ所村の内ね、はい、この汚染の問題に、はい、こうなんか皆さんが取り組むというなんか契機というか、はい、なんかそういうのはそうです、ね、なんで岩手の人がね、はい、やり始めたのかという、はい、単純ななんか、それはですね、あそこの六ヶ所の沖合ですね、下北沖合なんですが、はい、あれは津軽海流がこう、日本海側から来て、それが親潮に押されて南下するんですよ。だから六ヶ所から流したのは必ず三里郷に流れるんですよ。だからもう間違いなく海が三里郷の海にやってくるということで、これは大変だということで名前も三里郷の海を放射能から守るってしてやったのは海流からもなんですが、まあ、海流がどうであれ本当はやらないとダメなんですが、なかなかエネルギーがですよね、やれる範囲っていうのはね、ありますから。はい、わかりました。そんなことです。村です。はい、この右側の一番下、この一番右側の一番下です、はい、これです。これ、はい、これ日6月29日になってますから、今日の日付になってる、それに
さっきのスライド全部で出ますので、はい、はい、分かりました。サイト名前はこれで、それで私のですね、あのブログにも載っていますので、あのこのサイトの URL をつけたものも私のブログにも載せてありますから、そこから入ってください。どうぞ。あ、すいません、去年あたりからいろいろウェビナーでね、何度か、まあ、Zoom とかでオンラインでね、いくつかこの関連の、まあ、勉強会に参加したりしてたんですけど、その中で井戸川さんのね、井戸川さんの出る会があって、で私衝撃を受けたのは、結局最一日以来公式の土壌汚染調査は行われていないと、いまだに。これどうしたらいいもんでしょうね。だからもう国会議員がバカっていうか、なんていうか、もうやる気がないのか、まあ、知らないというので不作為で、まあ、いろいろあると思うんですけども、で我々がまあ選挙民としてですね、今度選挙もあるんですけど、都議選とか、まあね、今年はいろいろ選挙あるんですけど、なんかこう多分議員に手紙を書くなり、なんかそういう、だから国会議員がとにかくバカだとどうしようもないっていうのが一つあるんだけども、だから国会議員にまず意識改革っていうか、その問題意識を持ってもらって、で国会を動かすしかもう手がないのかなと、ちょっとちらっと思ったんです。なんか運動の方針みたいな、なんかこう示唆というかですね、そういうその辺お考えがもしあればということで、はい。いや、さっき環境基本法のことをお話ししましたけど、ちらっと触れましたけど、本当に環境基本法だとですね、過去環境基準も普通の化学物質はあるんですよ、全部。いろいろと、まあ、全部とまでいかないけど、結構いい法律なんですが、だから放射性物質も土壌もね、土壌環境汚染というのは、環境基準というのはいろいろと、カドミウムだとか水銀とかいろんなものありますからね。だからそれに準じて、やっぱりトリチウムとかストロンチウムだとかね、土壌基準というのを決めて、そしてそれ決めれば必ず公的な機関で分析すると、そういうふうなことになってきますので、だから本当に、13条というのはね、3.11 で環境基本法の13条ですね。それが削除された、あるいは放射能は特別だという扱いの法律だったんですが、それがそうでなくなったにかかわらず全然その骨抜きにしてるんですよ。だからそこは本当にすごく叱らないと思いますし、そちらの方で国会議員さんにですね動いてもらって、トリチウムの環境基準もないですからね。だから海水の環境基準、土壌の環境基準、すべて作って、作れば必ず調べますので、そういうふうな動き方、現にある法律ですからね、それをやらせるにしてほうがいいんじゃないかな。すいません、思いつきで一つだけ申し訳ありません。チェルノブイリとかセラフィルドとかでは土壌調査っていうのはちゃんと行われたんでしょうか、土壌の汚染調査とか。すいません、ありがとうございます。さっき言いましたけど、マヤスじゃなくてウランの拡散というのね、あれはそのチーム土壌調査してますよね、かなりの広範囲にわたって。じゃあその時にはやったんだと思いますけどもね。ウクライナではやりましたよ。ウクライナが国で報告出したらない。ウクライナはドルチェム土壌やりました。やりましたね。ベラルーシは、ベラルーシは分かるわ。ウクライナはほら国家がね報告出したじゃないですか。日本は結構悪いですね、そういう点で、かなり普通ものも出さないし、農場でね、この坊主で測りました、ストロンチウムも。そうですね、毎年測りました。枝のがいいだろう、じゃあ無理なのかな。なんていうんですかね、だけどなんていうか、歴代総理大臣4人がね、今だって反原発って訴えてきてるってことは、その在職中はそう思ってなかったんですよね。だから枝野氏だとかいろんな人もやっぱり事実こうねこう知ってもらえれば変わると思うんですけどね、変えていかないとダメだと思うんだけど、田中さんの環境規制についてはこれ先ほどご紹介した通り詳しく書いてあります。
これね、あと4冊ぐらいしかないんですけどね、まあ、あのお買い求めになってご覧になってください。それであと市販されてる本はですね、これもまあ私も何度かご紹介しましたが、札幌のですね山本弁護士がお書きになった放射能汚染防止法という本ですね。これも必読書なんで私は読みましたけど、ものすごく優しく書いてあるんですよ、その本、放射能汚染防止法とかいう本ね、これはおすすめです。それから2点私が申し上げたいことがあって、一つはですね、次回7月13日の岡田さんのところからですね、私が今度はあの脱原発ロードマップっていうのをですね3回ぐらいに分けてちょっと詳しくお話ししたいと思っています。なのでぜひまあお見えいただければと。当然ながら今おっしゃっているその放射能の環境規制をですね、これを入れなきゃダメなんですよ。これずっとサボってんですね。それであの山本さんはですね、今の法律にちょこちょこっと加える形ではなくて、放射能汚染防止法という新しい法律を作って、それでですね、あの環境法として規制を入れろとこうおっしゃってるんですよ。今の法律体系というのはですね、原子力事業法として入れていってるっていう、そういう感じですから、これだと要するに規制がこうね、牽制が働きにくいので、環境法として入れて、その環境法を管轄しているのは環境省ですから、環境省にきちっと権限を持たせてやれば相当グッとこうね、規制が効いてくるわけですよね。まあ、それが、まああの一つです。それからですね、皆さん お忘れになってないと思いますが、野田政権の時にですね、原発をやめるとかなんとか閣議決定をしようとしたらダメになっておじゃになったじゃないですか、ね、あの時にですね、原発はやめるが核燃はやめないってやってたんですよ。確か私の記憶だそうです。だから今のですね、この立憲民主党、どこまでその脱原発本気なのかと、核燃については枝野や福山とか、あるいは最近あの政調会長になった、なんて言いましたっけね、あの京都のですね、ちょっと名前すぐと忘れてるんですが、まあ、彼らがですね、核燃サイクルについて発言してるってあんまり私聞いたことないんですよ。原発については言うんだけど、だからその辺の問題もですね、その13日以降私の方のプレゼンでですね、丁寧に話していきたいというふうに思っていますので、またそこで議論をさせていただければと思っています。はい、あといらっしゃいますか。はい、福島第一原発の汚染水を、まあ、慌てて流そうとしている理由は、やはりあの6カ所再処理施設をやっていこうという腹があるから、魂胆があるからというふうに、まあ、あの言われてますが、それはやっぱりあの本当だと思われますか。あのいずれ私たちはあの福島のことをこのままにしといたら6カ所もその通りになっていくっていうんですかね、あのそのようなことでは、思ってますけども、そういう点では危機意識みたいなものがあって、で、まあ、岩手県の漁連なんかもですね、あのやっぱり、決議を上げたりし始めてますけども、もう福島のごくでないものが日常的に流されますのでね、6カ所からは。だから、まあ、あまりよくそこのところは考えてないんです。今のお答えになるかどうかは分からないけども、やっぱこんなものがあの簡単に通っていけば、6カ所でも簡単、もうね、もう既成事実になってますけども、それにブレーキがかからなくなるなと思ってました。そんなところで、お答えになっているかどうか分かりませんが、はい、ありがとうございます。はい、他いらっしゃいますか。あの許可を急いでるということなんですけども、あの無理くり許可しようとしてるということなんですけど、あのまともに動かないの許可して、あのどうなもう上から言われて、とりあえず自分の仕事は許可通すことだっていう認識でその人たちはやっていて、後のことはもう知らんっていうことなんでしょうか。あの私
木沢委員長さんがね、どうもなんかまああれが出てきたというか地金っていうんですかね、もともとそういうことであの人日本原子力研究開発機構におられた方ですもんね。そしてこの2代目ですよね、委員長としてね。でやっぱりちょっとだから最初は疑問持ってたんだけど、ちょっとその様子見てればそうでもないかな、ちょっと姿勢がいいかなと思っていたんですが、やっぱりさっきのあの法律ですね、4月1日からその法改正、去年の4月1日からですね、あの事業者に試験、あの7項目全部削除して、そして、事業国の検査じゃなくて事業者の検査にすると、使用前検査ね、あんなのがこう全部法律が改正できたのが4月1日ぐらいでしたが、その翌月4月の下旬にももう審議切り上げって言い始めたんですよ。で審議会の議題を議事録なんか見てると、まだまだあの課題が残ってたんですよね。だから官僚の人たちも多分不服だったと思うんです。真面目にその監視なんですか、審査をやってた官僚の人たちもね、それがもう池田委員長のなんていうんですかね、強引さでもう4月末にもう終わりと、審査書を作るっていうふうなね、そのふうにしたのは彼なんですけども、だから上に立つ人間がやっぱりデタラメっていうか、その強引にやるな推進中ですかね。あのでまた福田さんはあの現年の社長、現年の社長、今の現年の社長さんはあの福島第一原発の社長だからしてて、まあ上手にあそこを切り抜けた人なんですが、その人となんか結構通過のようなところが見えますもんね。まあ、許可は取れたとして、ええ、あの工場を稼働させる気なんでしょうか。あの実績がまるでないようなんですけど、もう動くっていう、なんとかなると思ってる。なんとかなるようにです。あの結局それもごまかしだと思うんですが、あの日本会議みたいなところでですね、あの右翼の人たちがみんな核持ちたいんですよね、プルトニウム。それをよくあのプルトニウム持ってればいつでも作れるっていうふうなね、そういうふうなところをその、ずっとそれをカートとして国際間のですね、それとして使いたい電柱が最終的になんとか やろうと言ってるわけですし、そしてあの最初に原燃だとかいろんな御用学者の人たちはできるできると言ってるわけです。まだできないのに、幻想なのにかかわらずですね。でそれで騙され、それでまああのできるもんだと思ってるんでね、しかしその核を持ちたい連中は、日本の中枢部にいる人たちは目が覚めないで、まだそんなことでないのかなと思ってるんですが、ちょっとなんともご提案してるかどうか。この前申し上げたように、あの再処理工場と高速増殖炉というのは核兵器製造能力ですので、再三関係ないので軍事だから。で、今お話あったように、日本の武装強化を考えている政治勢力はあれは止めてはいかんと言ってると思います。だから仮に六ヶ所村がクローズになったとしても、じゃあ今度東海村にまた戻るかと、こんなような葛藤でですね、とにかく核兵器、製造潜在能力はずっと保持し続けるというですね、これが厄介だと思います。あのピーサイクルの橋本と申しますけども、あの永田先生の話を聞いてですね、やはり日本の核燃サイクルというのが、文字をはじめとしてですね、やっぱりこうますますこう破綻しているんだなということがですね、分かりました。
で、まあ、話の内容は数字的なことが多いんでちょっと分かりづらかったというのもありますけども、やはりこの再処理工場はね、やっぱり動かしはならないというふうにやっぱり、思ったし、もっと原発と同じようにこの再処理の問題もですね、していきたい、運動していきたいなというふうに思いました。でやはりこのさっき話し出ましたけど、最終処理の問題でいけば処分場が津村町にですかできる仕事も含めてですね、動きも激しくなってきましたので、やはりこれやっぱり全国的な運動にしていくべきだなというふうに思います。まあ、岩手と皆さんと共に頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。高速増殖炉文字は入ろうになったんですけど、それより一歩前の常用にしがみついているっていうのはご存知ですよね。だからこういうのを見てると、要するに電力が狙いじゃないんですよ。核兵器製造能力をもっときたいっていうですね、その強い意思があるので、この軍事はですね容易じゃないです。で最後にちょっとこれだけ見といてほしいんです。これ田中根さんが測定したですね、5月の、あれベータ各種のですね測定結果です。それで皆さんはお帰りになったら田中根のホームページ見てですね、過去ずっと調べたのが出てますので、どんなところで何出てるのかですねご覧になってみるといいと思いますよ。でここでちょっと色が薄くてよく見えないんですが、まずここで一つ、これいやこれ T って書いてあるから、これトリチウムなんですけど、水道水ですよこれ。水道水、まあね、ゾッとしますけどね。それからもう一つ出てるのがここ、これイノシシで、そしてストロンチウム90が25ベクレルですよ。こっちは危ないですよ。でジビエってご存知ですよね皆さんね。ジビエ、野生の動物を料理して食うやつ。これね、福島原発事故の後ですね、私がまあずっと新聞見てるんですけど、ジビエ料理を宣伝するようななんて言うんですか、記事がですねチラ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 たくさん出るんです。それからテレビのなんかワイドショーっぽいやつにもですね、ジビエ料理がうまいとかなんとかね、チラ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 出てます。なのでジビエ料理はね、こういうのがあるので、まあ覚悟して食べると。私は食いませんけどね、よく記憶に残しておいてください。それでこのタラチネさんの測定のホームページって非常に貴重なので、ぜひお帰りになったらご覧になっていただければと思います。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。もう一度長瀬さんに拍手でどうもありがとうございました。